オフ会してみたい。だってミレでオフ会できないんだもん、みんな違うところに住んでる。マジで俺ら誰もツイートしないぐらいの。え、なんでなんで、ね、ミレでオフ会できないから IBR さんとやりたいです。むしろ会ってることすら知らないまであるよな。うん、じゃあ私リモートで参加していい？だから、はい、あのリモートで参加していいも何もその参加することをシダマさん知らないまま終わるからねえ、なんでそういうこと言うの？てか、猫丸さんひどすぎるよ。今日めっちゃ煽られたのに、バレンタインデーのことで。めっちゃ煽られた。なんか来年は手作りしてねみたいな感じで煽られた。来年もクソもねえよと思った。今日煽られたから私は行くからなっつって言ってるよ。ねえ、なんでそういうこと言うの？笑ってるから多分大丈夫だよ。いやもうや、あげる人いないっていうのに箸をかこねえな。あ、で、ネッキーが11時いないよ。タイちゃんも11時ん？なって送る、ん？箸岡さん遅れるって。あ、ほんと？今、募集赤にツイートしてる。ああ、はい、IBR さんよ。じゃあ8人でとりあえず始めますか。はーい。仕方ないな。ああ。これは覚えらんないね。これは覚えらんない。プリニア無理で。バラバラだからね。バラバラじゃ覚えらんないよ、そりゃ。やめろやめろ。なんでちょいちょい今日も新しいヘッドセット来て、もう英語が読めなくて。何がわからないかもわからないっていう。タコさん、タコさん最近 AU キャプチャーアップでした？ん？ AU キャプチャーのアップでした。毎日、最近毎日アップでされるんだよ。あ、そうなの？もう今すごいよ。え、もしかして今日私のアイドル歩くくん来ないの？今日来ないね。あいつだって7時半ぐらいまで寝てただろう。マイアイドル。ツイートしてましたね。うん、やばすぎるよ。本当によく寝るよね。てかよく寝るってか何時まで起きてんの？すごいよな。え、もう5時までとかじゃないのかな起きてんのは。うん、なんか本当に休日すごいよね。休日の生活習慣すごいよね。そこまで平日と休日で変えられるよね。うん。あれモノちゃん結局買えないの？うん、スキンが。あ？買えねえよ。そっか。俺はまだクリスマス引きずってんだよ。インカじゃん。引きずるな。クリスマスいい、クリスマスいいことがなかった？もしかして。いいことなかったね。見てタコさん今アマングラスに貼ってるやつ。見てる。見てる。やばくない？え、なんかスキン違うけどな。なんか俺こんなスキンしてないけど。嘘。何これ？あ、なんかスキンメーカーみたいな。あ、でも今もう変わってるわ。あ、違うわ。あ、今変わっ、あ、もう今ね、シーラムさんのペット、キャプチャーの方変わってる。あ、違う、やだ。頭に乗ってるのも違う。シーラムさん、なんか、子分がちょっと色違う。そういうことか、ね。頭の上に乗ってるやつも色違うし。なんか違うよ、ね。色が違うというか、ロボットみたいになってる、うん。インポスターだしな。しょうがねえ、しょうがねえ。出します。224にします。はい。お願いします。あ、バラさんいる。バラさんだ。どうよ。おお。え、バラさんいるじゃん今日。ねえ、バラさん喋った？さっき。気づかんかった。かわいそう。さっきっていつ？わかんない。ずっと喋ってた。うん。一言も喋ってないよ。ね、え、そうだよね。バラさんシャイだからね。うん、ああ、そうだった。シャイなんだ。可愛いとかあんだな、バラさんも、うん、なあ、お前、可愛いな。あ、始まっちゃった。始まります。お願いします、はい、お願いします。けーた、こっちが久々だな、1週間ぶりくらい。あ、ダウンロードか、ダウンロードやめよう。よくしまう。
お、いいね。あぶねー、今シーデモさんに殺されるとこだった。いや、私モロさんに殺されるかと思った、マジで。わかったー。ローラックルか、じゃあそこ。やだー。いや、さっき感じたから俺は飲むよ。俺は飲む。飲むの飲む飲む、シーデモさんってなら。あ、でもシーレモさんと墓場で二人きりになりたくねえから飲めねえわ。なんだ書店メッドベイ行った人誰ですか？シーレモ。あ、了解です。バラさん眠いの？8人なんでね、ちょいちょい眠い。眠そう。あ、まっ、遊びじゃないんだよ。計算のタスク終わる速度異常に早かった気がしたんだよな。あ、ダウンロードなんだ。ダウンロードだったんでやらずに。5G か？ 5G 何それ 5G やると。ミュートかかってるから、ね、かかってないんだ。うん、本当だ。自動で。白いね。白いね。インポスターいない説もあるな。あー、歌手かわいいね。メッドベイ死んでるかと思ったら普通に小坊さんに来てた。俺も見に行こうかと思った。停電来たから、あ、絶対死体だわとか思ったら死んでなかった。死んでないです。国産いてると思ってなくて、ここさんの赤見えるところバグかなと。ここさんいないのにバグ起こしてるかと思って。今のところ良くないですか？落ちてないしからね。いい感じだよ、今日。落ちてないし、投票できてるから。そうなんだ。あ、確かに、うん。今日完璧か？今日完璧、ね。今のところ。いや、多分大丈夫だと思うんですけどね。フラグか？ブラグだな。やったーなった時ナビゲーションにいた人誰です？僕です。めんどくせえなーって思ってた。モノさん以外多分全員いたよね。死んでたかと思っちゃった、うん、あ、俺間違えて自投票しちゃった、ごめん。そんなことある？そんなこともある。私はモノさんに入れ続けてるけど。ローラーするってこと？かかりますかね。ダメか。あー、どうだろう。かからんね。手動で。
ト解除ね。あれですよね。はい。計算。シールモさんがアドミンで計算をやってました。逆なんで、逆なんでローラーで大丈夫です。ローラーで大丈夫です。シールモさん、くせえけどな。ここさんは薬島と一緒にメッドベンのとこにいたよね。メッドベンのとこで、うん、いましたね。あとあ逆ターンなったわ、あとレスセキュリティ入ったのみんな見てると思うんだけど、その時はナビゲーションの方にシールモさん行ったから一人。うんうんうん。うん、まあ、ね、そこはまあ関係ないか、まあ。いや、ローラーしてくれるなら、まあ、まあまあお互い見てるっていうあれだから、まあどこにいたとかあれだけど。あ、ローラーかないかな。どっちでもいい、どっちからでもいい、ローラーしてくれるなら私は。シーデモさんからでいいんじゃないと思うけど。はい。はい。私はここさんに入れるけどね。入れちゃった。まあでも確実に。絶対ローラーってね。ここさんボタン残ってるっけ？あ、私ボタン残ってます。うん。絶対ローラーしてね。どうしよっかな。やだ、どうしよっかな。絶対してね、絶対だよ。約束だよ、シーデモとの。なんでバラさんに？バラさんはまた自分で入れた？いや、俺はちゃんとシーラモさん入れたよ。バラに入れたんだよ、他の誰か。ああ。なんか、あれだよ、横になってるからだよ。ちょっと。ああ。し、あ、かわいそうなシーラモさん。ほんとだよ。レポート押すのちょっと間に合わなかった。お、タスク全部終わった。あ、顧問か今。うん、バラさん大丈夫、ここさんボタン、いやーこれここさんだったかもしれんね。ここさん遅かったわ。いや、間に合わなかったですね。ちょっと遅かったね。うん、俺待ってるからボタンちょっと一瞬は当ててる。最速押しじゃない、ここさんの。そうだね、治ってからちょっと時間があったね。うんうん、まあ、皆さんローラー中にタスクすると危ないですよ、とだけ。そうだぞ。ごめんなさい、普通にしちゃいました。ここさんだな。そうだな、シーレモさんならウキウキキルがあったはずだからここさんだったな。ウキウキ、ウキウキキル読みなのこれ。まあこれで一郎釣れたということで。はい。いつの間にか自動ミュートがかかるの。かかってますね。どういうことなんだろう。いや、一人持ってきたかったな。いやろ、スイッチいたら多分コミュニティめっちゃ早くなっちゃうから。あ、みんな話せるようになってる。そうなんですよ。うん、死んだ人たちが集い始めたよ。だから、あ、今日はアルクさんいねんか。今日はいねん。昨日アルクさんとペアで超最強だったから。いや、放送してなかったんですね。ちょっと見たかったなと思って。私も見たかったのに放送なかった。インポスターで最速勝利してたよ。すげえ。ニキルして白ローラーして、ニキルして終わり。終わりじゃん。いやでもアドミンで放送されると思わなかったな。だいぶ、だいぶなんか、おっと、もう一人タコさんか。あ、どこいます、どこにもいない。タコさん、ベントで今、メッドベイか、セキュリティのどっちかに。今、O2 向かってる。ボタンが死んじゃった。あ、でもミュートし忘れると大変。これフェイトなんじゃないってこと。薬島さん、あ、薬島さん、ミート解除で、まあ、薬島死んでるかなと思って、うん、で薬島死んでたらいいかなと思って追った。バラ目線プリンものは白目に見てて、プリンものはエレクトリカルっていうかアドミンで補足できていて、でタイミング的に全然キルするタイミングなかったんで。ここらは思います。
俺、薬師豆最後に見たのが O2 なる前に薬師豆さんがエレクトリカルの中に入っていって、まあ、そのタイミングで O2 が鳴ったから俺はエレクトリカル前から O2 に、アドミンの方に向かいました。そこには最初についてるバラさんって、うん、プリンがアドミンにも部屋にいて、タコさんが O2 がを直してたんだけど、治るの遅かったっていうのもあるし、遅かったですね、おそらく遅かったし、そもそもセキュリティメッドベイぐらいのベントからやって上回ってきてるのかなっていう気がする。一応アドミンの情報で言うと薬師豆は映ってなくておそらく通路で死んでるものと思われる。タコさんもその時は映ってなくて3人、まあ、うん、映ってないことはないだろう。エレベルクルでやってんだから。予約のあれで、モロさんが言ってたように、あの、オーツナースの遅かったっていうの、これ映っていいかなっていう用意の一つで。映ってないわ、バラさん黒いわ。エレクトリカルで死んでんだもん。あれ、そうだっけ、うん、エレクトリカルで死んでんの。エレクトリカルで死んでるよな、おそらく。俺マジで。だから、バラさん黒いからバラさんだと思います。でも確かにタコさんが殺したけど、でもアドミン情報バラさん正確じゃないな。なんでだ。意味わからんもん。納得できんわ。これ辛いな、納得できんわ。殺したのはタコさんだけど、でもバラさんは釣りたいな、この釣り。バラさんも釣ってほしいわ。うん、釣る釣る、絶対釣るか。ローラーね、了解。やったー。いやーごめん、俺も。コミュニケーション鳴らしたとき、ちょっと悩んだけど、ワンチャンローラーされない可能性もあるかなって思ったから。ヘダさん、ごめんね、短時間なのに。ありがとうございます。なんかもうローラーされるからもう。ヘダさん、11時から1人持ってこうと思ったんですけど。そう、それは思って一応コミュニケーション鳴らしたけど、OK。もしかしたらローラー会議できたかも。あとどれぐらいだった ?2、3秒あったって言うて。うん、なんか いや、ありそうな感じだったけどな。もうスイッチ勢が強すぎるわ。そうですね、うん、ねえ、コミュニケーションスイッチ勢強いよね。あれスマホ最弱だからな。あれね、マジで良くない。良くないけど、行かなきゃっていう使命感に駆られる。マジでずるいよ、それは。スイッチ、うん、スイッチ、コミサボ。スイッチは本当にやばい。バクト君で治るの。リアクターの方がまだワンチャンあったかな、バラさんがあんな。まあどっちにしろきついぐらいか、うん、まあでもリアクターの方がワンチャン狙いんじゃない。タスクやりに行く人とかちょいちょいいるし、配線のスピードを犠牲にね、配線のスピードを犠牲にコミュサボ。あ、ケイさんボットがアンリンクドになってる。毎回なんだよなこれ。エザ君入ってこれるよ。もうはいはい、いますよ。お、カシユカさんの角が取れた。お、あ、ガッツした。あ、そうだ、またメモ帳開くの忘れてた。メモ帳使わねえやつ。使わねえからいいやつ。使わないでしょ、メモなんて。メモなんて使ったのに。他の人だけね、俺はいつも書こうとしてんの。うん。書こうとはしてるんだよね。書こうとはしてんのよ。気づいたらでも、ゲーム終わったら白紙なんだよ。ああ、クルメイトがいいな、クルメイト。私、モノさんと、モノさんとインポスターやりたい。盛大に仲間割れしたい。ああ、いいね。じゃあ俺その時仲良くするわ。いや、シーラマさんやってないって絶対にってすごい変わってる。いや、やめて。わかりやすい。絶対違うと思うんだけど、ずっと変わってあげるよ。お前昨日3回分ぐらいのインポスター満足は得られちゃった。インポスター満足とは。いきますよ。はいはい。はい、ドキドキ。皆さんよろしくお願いしますが、初めてだ。あ、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。江田くん、よろーよろー。コメントかかりますかね。かかりそう。
まあまあ、いいですね。アドミン見てから起きてるんでね。死んでたかと思ったよ。いや、全然怪しいとかではないんだけど、みんなから見て、江田さんの覚え芸の位置ってどんなだった？見てないかな。まあ、お前、できるぐらい、できるぐらい。マジ、うん、俺の画面だけかもしれんけど、すげえ離れてて、すげえ位置から覚え芸やってんなって思ったら。ちょっと、多分ギリギリの位置ではやってたんですけど、ラグでさらにみたいなことあるんじゃないですか。皆さん疑ってはないけどね。でもそれで言ったらなんか最初のウェポンの20キロもなんかつくまで、ね、あのね、連打してるとね、あの普通に移動してたらユーズつかないところでも連打してたらいける時あるから、うん、そうなの。全然あの メドベイのスキャンとかも結構ずれることもあるし、うん、あとまあ逆にのインポスターとそんな位置でやらないっていうのもある。まあ、うんうん、だから疑ってるわけじゃないけど、みんなからどういう風に見えてたのかなっていう。ブラブラ目線で黒くならないように大切。でもインポスターはね、あのインポスターからあんまり見えてない位置からベント見られたりするの気をつけて。名前が出てる。名前もついた。出てきてねえのにペットとか名前だけベントが出てる時から。昨日ベントの中に入ってる時名前見られたから。それ面白いんだよな。誰と僕の名前呼んだ。いや、弁当のズレのやつ。ああ。画像の。ああ、すごい。すごい。すげえとこに、なんか、飛び跳ねてたやつ。アルコさんの目の前で弁当に入ったこと言ってです。その時はあれで、お子さんだったら弁当の移動も全部見えるんじゃねえかぐらいの話。強すぎる、強すぎる。いや、あの、もう大丈夫ですか。もう大丈夫。もう大丈夫です。ルーター買い替えたとか。ルーター買いました。ルーター買いました。あ、そうなんだ。ああ、お子さんの死体も全部消えねえっていうのも面白かったけど。いや、本当に無視してたんだ。いつもは無視して。本当に私すごい。そう、無視して。無視してるんだ。じゃあ、次はあの、ここさんが止まってるのが出るのが面白いんだな。面白いよな。いや、もう多分なくなる。それでちょっとつまんねえんだよな。マイナス47秒見せてくれよ。言えるかな、言える。ミュートがかかってないぞ。かかんない、自動で。嘘。あれ、カシュカさん白くなっちまったな。ミュート解除ね。いや、すいません、喋ってしまってたね。おい、タコです。いやいや、大丈夫だよ。まず O2 に紫、ピンク、白、水色がいて、これがナビゲーションに行くときに停電になりました。で、ナビゲーションで飛行機のタスクやって、戻ったら、あの、この字、逆この字の右。ナビゲーションの入り口ぐらいで、うん、死んでましたって感じ。だから紫とピンクの行動を先に知りたいかな。紫は、あの、最後、俺はあのそのいたメンバーさ、あの白しか視認してなくてタスク知られてたから、あのタスク終わると同時ぐらいに停電になって普通にあのウェポンズの方に行った。だから正直タコさんと枝さんがいたのも覚えてなくて、モノジーがいたのは覚えてる感じかな。はい、枝さんはナビゲーションに一緒に入ったのタコさんじゃなかったっけ？違いましたっけ？一緒に入っ、あれ違う、あれナビゲーション僕誰かについてって入ってたんですよ。ああ、俺はその時に照明暗くなったんですけど、じゃあ俺の後ろ来てた感じか、 O2 から。O2 から、そうそうそう。で、その時ココさんとね、あの暗い時にすれ違う。ココさんもいた、はい、なるほど。え、すれ違いましたっけ？私、結構前に出てるんで見てない。ココさんはどこなの？ギリギリ、まあ、暗かったから見えてない可能性もあるけど、僕からは見えて。ナビゲーション内に。じゃあここさんの話は、私普通に右行ってナビゲーションのあれ真ん中のタスクをやってすぐ下に行きました。停電はどのタイミング？停電は
そうですね。でもナビゲーション出てすぐぐらいだと思う。ナビゲーション出てすぐぐらいに手になったら俺と見てるはずなんだけどな。いやでも、そうなるとここさんだいぶ黒目になるかな、俺目線は。まあ他の話聞きたいから、ここは、うん、かバグ、はい、バグ考慮してよかちゃんと。それはずるい。停電になってないけど、あの光ってるので判別してる。これ今回全部手動でやればいいですか？ここですあ、そうで、手動で。あ、そうだね。ミュート解除ですね。はい。はい。一旦他から聞いてる。あ、他の人。バラ、喋っていいですか？バラは、ちょっと最速エレクトリカルで、計算に対して白出ししてもいいかなと思っています。計算どうぞ。まあ、経営も最初はバラさんと一緒にアドミン入って、俺そのバラはアドミン入ってないか、まあ、下の方に行ったのか最初で、アドミンのカードスラッシュシールドのボタンを押し、その後ストレージ戻る付近で停電になってエレクトリカルに向かって、俺がもうエレクトリカルの配電盤ついた頃にはバラさんいたんで、まあバラさんは多分無理で、コミュニケーションからストレージの通路の間でプリンさんと一回会ってるかな、停電前に。そうだね、くらいです。そうです。あのシールズのタスクをしてた時に停電になった、違うか、ゴミ捨てから上がってきたくらいかな、プリンちゃんの流れをしてセッションってナビゲーションで1個タスクしてすぐ出てっちゃったんだけど、そっからシールズのタスクして、で、ストレージの方まで行った時に停電になったのかなって、計算がいたっていう。あ、じゃあ白いわ。ここなら白い。そこで計算となら白い。シーレモンさん。シーレモン、ウェポネピュンピュン、終わり。はい。まあ、黒一は黒一。まあ、停電してたけどな、いたな。ヤクシマ、もしかして見えると？はい、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 はい。アドミン最初行って、で、アップロードして、で、そこで停電になったからエレクトリカルに向かってました。まあ、ちょうど。アドミン最初？アドミン最初だよ。計算目線は。あ、でもカフェから来たヤクジ私見たかも。あれ？ヤクジ？え、どこで見たの？あれ？そうだよ。あれ記憶違いか。もう一回誰か押そうか。黒いし。黒いと思うし。ヒレモかな。吉野さんいたっけ？覚えてねえや。ミュート解除です。はい。まあでも薬師間はさ、はい、プリンちゃんが見たんでしょ、ストレージで。上から来た。それって停電のどんと比べるとどんなタイミング？あれ記憶違うかな。あ、ごめん、ちょっとごめん、すごい曖昧なこと言っちゃったかもしれない。じゃあ薬師間は、初手アドミンに行って、そのまま、バラさんがちょっと不満を。ちょっと待って白側で整理してもいいか。いいよ。計算、俺から見て白なんだけど、計算から見て屋久島の、目撃情報は出ないのなんでなのと、ドア引っかかった引っかかってないの話がある。計算もしょってやる。ドアは屋久島もしょってあと言ってる出たけど、食い違ってない、正直覚えてない。バラさんは絶対いなかったってぐらいの感じなの？そう、下に行くのはバラ系だけで、もう
計さんが最速で入ってるのは見てる、うん、最速っていうのは扉閉められた後ってこと。ああ、そう、もちろん扉閉めは引っかかった、うんうん、またミュートになってたわ。俺このゲームかどのゲームかもうすでに覚えてないんだけど、俺ね一日どっかね最初遅れたとこがあるんだよ、うん、ミュートの設定 しててね。あ、うん、それかな。またこのゲームか覚えてない。だとしてもだとしても A さんカードスラッシュやっててきて、だからさ、バラさんが K さんが最初バラさんと一緒に行ったみたいな言ってたのが俺と見間違えてるとかじゃないのと思ったんだけど、誰かと入った気はしてたんだけど、入った瞬間だって薬師丸いなかった。バラさん行ってないのになんでそんな疑ってんの、まあ、アドミンに役に違ってるから話が、まあ、違ってなくない別にそんな、そこはあんまり詰めなんか今回しょうがない、もうこれ以上ボタンも持ったいないかも。いやまだ押せるね、まだまだ押せる、なんか、うん、それよりも、ま、右側を整理した方がいいんじゃないの、っていうか、なんだろう。ミュートね。ミュート。ごめんなさい。行くか。ミュート解除。はい。どうぞお話しください。薬師丸を置いといて、右側改めて整理しよう。の方右に行って、今あの怪しい位置にいるのって、タコ、カシユカ、ここ、枝さん、うん、まあ、シーレモさんか、なんで。で、動きとしては、O2 にシーレモさん以外の4人は、あ、違う、枝、モノ、カシユカ、タコ、枝が、まず O2 にいたと。で、タコ枝がナビゲーションに行って、そこでココさんも来てる。ココさんその時どっから来たの？あ、いや上から、私は最初からナビゲーションの方行ったって感じなの。あ、じゃあココさんがナビゲーションにいたのさ最初、あ、一番最初なんだ。はい。それタコさん、私も見てるよ。あ、そうなんだ。見てんの、そこ見てんのか。うん、最初ナビゲーション私行ってるから。で、タコさんと枝さんはその後に入ってきたと。はい。で、大丈夫みんな。先が O2 だからナビゲーションにいるとかは見れてないって感じかな。え、ナビゲーションに入った時に誰もいなかったの？タコさんは。俺はいなかったよ、俺が行った時は。ココさんナビゲーションから出た後はシールズの方。シールズの方に行きましたね。出た時誰もすれ違ってない。私の目線だと誰もすれ違ってない。ああ、じゃあ O2 でやってる間にそれが起こったと。で、プリンちゃんが見てると。さっきの話だとココさんはナビゲーション出る時に停電って言ったから、俺てナビゲーションに入ってから停電だからおかしいよねってなってたっていう感じ。ああ、うん、そっと僕一番。あとさ、うん、シーレモさんウェポンいたっつってたけど、カシオカそれ見てないの？ああ、なんか覚えてないわ。見てない気がする。まあシーレモさんウェポンは僕が見てそこを通って行ってます僕は。あ、どっちかというとカシオカ視点で見カシオカ。俺はそのO2が終わったとか。O2 が終わったと戻ったんだけど、シーレモさん見てないと思うけどな。あ、見てないはず、ね、しかしてない。まあ見てなさそうな色。黄、赤、水、茶、黄色で、うん、の中でまあ。黄色終わり。これは赤が黒目かなってタコ目線はそれぐらいかな。そこ対立してる気がする。うんうん、すいません、私リアクターにいて投票できませんでした。私もバグってます。あ、はい。ね。
死んだかなプリンちゃん。は？さん死んじゃった。バラさん死んじゃった。バラさんさ、アドミンめちゃくちゃいたときいた？そう、いて、いたと思うな。あの時絶対ベントイチいたよね。いたと思う。見てないほか。いや、俺、なんかね、最結構あのいっぱいすぎてアドミン覗かずにバドスラッシュした笑いながら。なんで？あ、カシカシちゃん、じゃあ俺最後に俺がこのボタンを押す前に出るとき停電前ってカードの方いた？いや、停電の時ちょうど俺停電出てってるけど、タコさんがいたのは覚えてる。で、その時も2だったんだよ、地図見て。あ、絶対まだベントいるじゃんって思って、俺、早めに。多分ね、ベントね、結構早めに、そのリアクター終わってから俺最速でアドミン行ったんだけど、その時からなんか1個多かったから。よく知らなかったな、それで。ね、多分だからめっちゃ早い段階からベントいたと思う。で、そしたら、ベントを外していくとしたら、あの、屋久島はないな。停電直したの屋久島。ああ。まあ K 目線だと、まあプリンちゃんは多分一緒に、なんだろう、メットベイチ結構ついてて、うん、一緒に出るから。うん、いたらシーレモさんが出てた感じ。シーレモさんは最後までリアクター残ってるから、それも外していいと思う。弁当信じるな。あ、やっぱアドミンでも見て、赤は見てないと思うんだよ。アドミンでも赤い。あの、それは私、あれ、エレクトリカル、私、あ、リアクターなったの。あれ、ケイさん一緒に、ケイさんとここさん、うん、一緒に行ってたように見えたんだけど。それ島では一緒に行ってる、ここさんは。ああ、そっか、その後。え、アドミン見てないですか？ん？あれ、ここさん、ストレージでなんか配線か、なんかやってなかったっけ？配線や、あ、そっか、配線やって、その後に。一緒には、アドミンまでは一緒には入ってないはず。そうですね。ちょっと遅れて。屋久島弁当の方から動いて出てきたように見えたの。屋久島はまあなんかね、倒してんだけど、エレクトリカルは。うん。どう見ても弁当の方から歩いてきたように見えた。屋久島にはいなかった。一人。だから死んでるかなって思った。アッパーにいた、チコさんも。いたんだ。うん、ああ、いたいた。あの、ロアでやってから。シレモさん、はい。はい。シレモさん殺されちゃった、ね。シレモさん殺された。リアクターいた？いない。いないね。俺下見てないからわかんない。タコさんと一緒に来て、俺は上に行ってカシューカしかいないみたいな。タコさんが下にいた。屋久島タコで上にもう一人いなかった。いや、俺上だよ。俺上だよ。じゃあ、屋久島以外にいなかったっけ？いなかったよ。ああ、じゃあ、ここさんかな、つっていいかなって思うけどな。全員リアクターいたんですか？いや、いないよ。ケイさんはいないし、俺はボタン押してるから。俺は、屋久島さんぐらいしか見れてない。最後、カシオカちゃんいたか。まあ、それは、カシオカがいた、絶対に。俺多分最速、一番最初ぐらい。エダさんは来てた？
ヒロさん来てない。ヒロさんとタコさんの結構後ろの方からついてます。視界外から。見えてた？視界外から。うん。だからたどり着かなかったし、リアクターに。プリンちゃんは？私最後に多分リアクターついたかな。何歳ぐらいの時にリアクターついたかな。まあ初日の容疑者としてそこ3人だったらプリンちゃん外せるよね。うん、でバラさんの容疑者としては江田さんも残るんだよね。江田さんってバラさんの時何やってた？あれはアドミンなんかごちゃごちゃ言ってけど最後の方にカシウカさんと僕がやっぱりカードのペペってやって最後の方にアドミン出てるんですよね。そこぐらいしか、それぐらいしか。言いましたよ、多分。なら、弁当じゃないのか、俺のに、俺が見たには。まあ、今回、ここさんに入れるけど、ボタン押せる人ってまだ残ってますか？するのかね。ずる、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 ずる。もう一人は俺です。入れて、ここさんに入れてんの。つらないのかね。少なくとも、危険な状態だと思うけど。色残ってくかね。ミュート。ミュート。あ、失礼しました。はい。ああ、ナイスー。はい。まあ、ボタンがかなり少なく消費しちゃってるんで、釣るか釣らないかも含めてなんだけど、釣るとしたらここ枝プリンで、プリンは外せるからここ枝のどっちかだと思うんだよね、うん、今までの考えて。ここさんミュート取れてないよ。その釣るならその2人っていうのはみんな異論ないんじゃないかなと思うけど、うん、僕は異論はあるんですけどね。まあ、それはその2人はそうだよ。いや、その最初の犯行もそうだし、さっきのシーレモさんも、あの、うん、プリンちゃんはシーレモさんではありえるけどさ、そこでも被ってるじゃない、そこそこ2人って、うん。で、バラさんの時のを洗いたいんだけど、ここさんはアドミンにいたって言ってるんだよね。で、枝さんもいたって言ってました。で、アドミンから どう動いたの、ここさんは。アドミンからストレージの方行って、っていうか、ですね、その最終。コミュニケーションって私ダウンロード一回やってたんですけど終わんなかった。そこです。でリアクター後リアクター後アドミン、ストレージ、コミュニケーションってことか。そうですね。で、停電は無視してると。停電は無視してます。江田さんはアドミン後、アドミン後停電、あ、そうだ、カフェテリアに向かうとして停電になったから下に。あれさっきアドミン残ってたって言わなかった？アドミン残ってた。最後残ってたって言ってたよね。最後の方に矛盾してない。あ、最後の方に残っててもう出てくでちょっと出てった頃に。ああ、なるほど。ってこと。エレクトリカルまでついてる。エレクトリカルって。あ、ついてますよ。だよね。なんかそこで いたかもしれないというすら思ってる。薬島さん出てきたの見た。江田さんか、じゃあ、あれ。なので、やはりここさんに俺は入れます。ここさんでまあ、いいのかな、なんかあんまり気がすまんな。ここさん、ボタンから俺は。シュガちゃんも一応黒1は黒1。あ、俺は黒1。だけど、あれじゃね、さっきのバラさんは、うん。まあ、俺はここさんの方がやっぱ、ちょてからの。ここさんとシーレモさんはありえないから、ね。誰だ。対立してたタコさんは白目で見てくて、枝薬島どっちか、どちらかといえば。
かんないんだけど、ついてこないで。はい、はい、あら、なんかミュートかかってた、普通にリアクターとかセキュリティあたり。いや、さっきまでエレクトリカルいたやん、一緒に。え、出て左ですぐってこと？そう、俺は扉閉まってて出るときぐらいからチラッと紫が左に見えてたから、あ、これ多分死体だなって。で、エレクトリカルにずっと緑と黄色ピンクといたよね。で、その後、あの、タスク終わって下行ったら閉じ込められてて、黒がいつの間にか入ってきてたから。緑と黄色とピンクなのであれば、俺マジで直前なんだけど。黄色？緑、ピンク。あんた緑とピンクと水色がエレクトリカルです。それは絶対に一瞬も目離してないの？いや、タスクやってたけど、さすがに閉じ込められてるし、その後。ああ。俺もだって閉じ込められてたじゃん。うん。入ってくるときに。じゃないの、あの、入ってくるときに俺が殺したとして、なんで俺がわざわざ中に閉じ込められに行くの？いや、それは相方との関係もあるじゃん。あ、じゃあいいけど、だったらプリンまでローラーして、うん、まあ、俺直前まで勝ちるかというから。うん、するよ。え、これは、え、ごめん。まあ、どっちかは正直はっきりわかんないけど。うん、ただ、あの、そこ絶対3人で行け、3人があの絶対にできないって証明できないんだったら、うん、タスクでいいと思う。タスクをしたい。離れる。枝は分からん。正直。タスク画面開いてたりで、どれだけ一緒にいたかは分からんし。暗かったし。いや、さすがに、エレクトリカルから出て、あ、ここで左の通路でやって、またエレクトリカル戻って閉じ込められるみたいなことはないでしょ。そのタイミングあるんですか、やったの。絶対そのタイミング。でも俺入ってきてるから。私はごめん、カフェに行ったんで、ボタン押そうかなと思って。わかんない、いいんだと思うけどな、普通に。私はボタン知らん。はい、プリンでいいんじゃない？うん、プリンちゃんでいいと思う。一人だけ奥から来たしな。メッドベイにプリンちゃんいましたよね。黙秘と。メッドベイにいたの？
メッドベイに行ってたって前。セキュリティについてたらそこでプリンちゃん死んでるなって思ったら。もうなんかそういう、いいよ、釣りな。ごめん、ここさん、マジで本当頑張ってくれたのに、マジでごめん。マジでまといだった、マジで。本当にごめん。申し訳ね。いや、歌手か殺してくれたの助かった、マジで。いや、でもさっきのプリンちゃん全然悪くないよ。今のね、ヤクシマが結構危うい行動してたから、プリンちゃんは最高のタイミングだったと思う。うん、いいタイミングだったけど、ヤクシマは止まってたから。いや、ヤクシマがあの3人固まってるところに近づいてたからさ。あ、そうなんだ。そう、ヤクシマになくせれるじゃん。そう、なくせるかなと思ったんだけど。ずっとあ最後いや最後じゃなくて、うん、行動するときにずっと一緒にいたじゃん。リアクター5とかな。あそうやね、うん、そうそう、あれ屋久島が死ねば死ぬのが屋久島なら話は早いけど、みんなで固まってるときにキルが起きちゃうと屋久島も疑わざるを得なくなっちゃう、ね、そうなんだよね。俺目線重なってはないから別に平気かなって言われたんだけどね。もうその3人が団体行動をするんだったらどっか行ってた方がいいぐらいなのかな。だってその3人が団体行動したらさ、俺とプリンって結局絞れなくなるし、うん、いやあれじゃない、そう3人どっちか押せないけど、たらもう絞れるから、それはそれで楽。エラ君ミュートだよ。あのごめんね、ここさん頑張って。まあ停電の時にやられてやるしたらわかんないか。ちょっと2連続インポスターはきついですね、うん。いやごめん、でもあれは私が頑張んないといけなかったんだけど、うん、初手からここさんだけはよかったな、やっぱあの意見のピッチが、うん、もうタコさんバッチリだったね、あれは完全。でも私プリンちゃんナイスファイトだと思ったよ。まあ、プリンちゃん前半結構白かったから、うん、ナイスファイトだった。まあね、まあ、やってないからね、何もしてないから、何もしないから、私がピュアしてローラーで持っていけたら一番ベストなのかなみたいな感じで動いてたんですけど、いやーここさん釣るってよかったわ、ね、いやほら頑張ってくれたのに。リアクターの時やろうかなって迷っちゃったんですけど、枝さんとのローラーあるっていうこと考えちゃってやっとけばよかったの。普通トイレ行きます。いってらっしゃい。ごめん、でも私最後ちょっとどうしていいか分かんなくなっちゃった。いやまああれがベストで、うん、あそこでカシューカさん殺すしかないし、プリンちゃんはあのやってないとはいえちゃんと殺害現場から遠くにいてずっと白かったのとか普通にすごいと思ったよ。まあでもカシューカさん以外はやってないからな。白いんだよ。でもほらたまにさ、私よくそうだっけ、殺害現場のたまたま近くにいちゃってさ、あー疑われることとかあるから、プリンちゃんはそうじゃなかったからうまかったと思う。いやでもカシューカがあそこで死んでたのはびっくりしたな。俺だって直前までローワーでカシオカと一緒にいて同じぐらいでエレクトリカに向かってたから、よかった。だから俺はあこでやってエレクトリカルに入ろうとしたら相方がちょうどいい感じに締めちゃってみたいなのあるかなって思ってたけど、そうではなかった。殺すんだったらローワーで殺してんだよな普通に。ちょっと大魔取ってきまーす。はーい、お手洗いってきます。あ、私はその次の一時の方が来るということで行きます。あ、はい、もう一戦ぐらい行けるんだ。もう一戦やっててもいいっすよ。うん、行けますか。えらくやろうよ。やってやって、うん、柏川さんがトイレから帰ってきたらすぐ入るよ。あーでも俺もトイレ行くとちょっと行け行け、はい、入ったらトイレ行きます。はーい、入ってからトイレ行きます。ミュートボット調子悪いね。うん、ね、そうね。たまに聞くのがよくねえよな。あれでさ、違う、ドア抜けの柏岡さんの発言で、うわ、白いってなっちゃうしさ。戻りました。おかしい。じゃあ、いけるかって言ったの、そういう。いけるかでさ、うわ、柏岡さん白じゃんと思ってさ。あ、ごめんね、俺も言っちゃったの。いや俺はなんかこういう感じ、こういうプランでやろうかっていうのを企てるのかなって思ってた。全然黒でもあの発言うん、しそうだな、するだから俺、あ、これ黒っぽいなって思ってた。あ、そう、戻りました。おかえりに。白あ、はい、と扉を抜けられたから言った。まあ多分そうだもん。そのシーンは見てなかったから、なんか企ててるなって思ってた俺は。どっちとも取れた。インポスターの時俺喋ってない、独り言。そうなんだ。もうやめろ、そういうの。マジ
霊界通話でしたね、1回だけだったわ。あ、そうだったんだ。あ、ボット、そうか。そう、ずっと俺暇してた、最初に死んでるココさんのでさ、ココさんはそうだよ。もうトイレ行ってこようかなと思って、トイレ行っちゃう。かわいそう。なんかみんな議論重ねるから、最初に死んじゃうと本当に暇だなってなっちゃうよね。まあ、でも誰かがしないとゲーム始まんねえからよ。そうだね。じゃあみんなで協力してタスクするゲームにしても。枝さん帰ってきたか？今か。来たんだろうね。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、ういー、エタさんのラスト戦。寒い、頑張ろう。寒いよ、落ちないな。そうだ、ここさん落ちないな、すごいね。落ちないです、うん、これはかか、ない、かかる、かかりそう。かかってねえやつがいる。どういうこと？絶対これ死ぬじゃん。あと 5% 待ってくれよ、ココさん。すいません。いや、今のはしょうがない。ココさんの動き見てたけど。ちゃんとやってた。あ、落ちるナビゲーションの方見に行ってた。あ、で、屋久島だったから、戻ってきたって感じ。ちゃんと来たんで。俺、ばらけてたから、あ、ここで押すの怖いなって思ったけど。そういうことね。じゃあ。あのアップロードとかさ、あれ 100% になったくせにさ、トコトコトコってそっから歩いてくるやつすげえ腹立つんだけど。あ、わかる。わかるわ。なんだろうね、あれね。それはわかる。もう 100% じゃん。あの、ミラのアップロードはぴったり終わるんだけどね。あ、そうだっけ。なんか、イラスト付きのやつ。100% になったと普通に3秒ぐらいかかるもんな。そう、トコトコって、はい、あそこから歩いてくるからよ、あいつ。ミラの話するからミラやりたくなるじゃん、やめて。ミラの話やりたくなる。バッと押したら終わるしさ。あ、分かるわ。ミラ好きなんや。何間違えた？何これ、バラさんか。直したまた自投票してる、これ。また自投票した。今日多いね。自投票。落としてるわ。で直したな、バラです。はい。早かったね。ミュート。ミュートしなきゃいけない。はい。今日は手動の日かな。調子悪いね。ミュート解除です。バットさんが。こっち死んでるよ。はい。約です。あ、死んでるよ。約しまちょっとわかるんですけど、バラが押した理由はです。弁当移動を見たから。どこの？
エレクトリカルにいた人を教えてもらっていいですか。仕入れも物系は覚えてる。箱もいた。停電後ですか。え、最後だよね。最後。最後、俺は映ってるのかわかんないけど、入るぐらいのところかな。ああ、そうか。入れ替わりで、入れ替わりがたくさんあったんだけど、カシウカさん以外はエレクトリカル付近で見た。あ、バラさんとカシウカさん以外は。バラがこのバラがトの字でセキュリ踊ってるようなセキュリティで見てくれた人誰ですか。カシウカ。カシウカ黒いな。じゃあ停電中僕トの字で踊ってたんですけど、その時にセキュリティにいたっていうことなんですが。あ、その時いたね。で目、まあセキュリティ、まあセキュリティエレクトリカルメトビセキュリティみたいな感じで動いて。はあ、なるほど。すみません、屋久島の最終目撃の話にも出ましたけど、バラ目線だからですね、ここプリンはアドミン最後にお住まい来てましたね。ここは、うん、あのベント移動はない。なので、ベント移動はカシウカか枝ということで、この議論終わりにしてから、屋久島の話をしたいで。屋久島さんの最終ってどのぐらいなんですか。どこら辺でしょう。まあ、セキュリティ情報を信じてもらえるかわかんないけど、映ってはなかった。うん、セキュリティ俺そんな長い日しか見てねえからな。エレクトリカルには来てなかったです。そうだね、エレクトリカル付近でさ、違う、エレクトリカルの方向に向かってる屋久島さんとタコさん見たんだよね。その後の話は、それはいつの話。あ、停電後ですか。停電に向かってるタコ屋久島みたいな、誰か向かってる時は俺バラさんしか見てないけど。いや、停電に向かってないです。全然停電の全然前の話。初手の話？カシウカさん、カエダさん、ボタン押せますか？いいよ。はい。あ、そうね。いいっす。あ、さっきの枝さんの話だけど、うん、多分最初の方はそうだね、俺ロアにいるときに、ロアからストレージの方行くときに屋久島さん見てるわ、エレクトリカル付近で、うん、じゃあミュートね。 そっちの方行ってますよね。でその後はどこで分かる。あとしばらくアドミン俺行って、そこでバラさんとか見てて、その後エレクトリカルって感じ。踊ってるバラさんも見てる、アドミン前で。だからマジで最初の方しか見てないよ、屋久島さんは。あの、ね、ロアエンジンの給油を一緒にやったじゃない、タコさん。うん。あの時行って屋久島ってどこ行ったとか感じ、わかる。あの時は知らん、俺そっからストレージ行く時ぐらいに見たってぐらいかな。であれば、リアクター方面に向かってる薬事を見たってこと、タコさん。うん、エレクトリカル行ったかとか、リアクター行ったかは知らないけど、まあ、エレクトリカルではない。十字路方面に向かってるってことだよね。わかんないけどね。そういいですか、一個提案があって、もしこの議論が紛糾するようだったら、エラカシューかローラーっていう選択肢はない。これはいいかな。うん、わかんないけど、枝僕がベント候補に入った理由はあんまり分かってないな。まあ実際、実は俺も枝さんがベント候補に入ってる理由がよく分かってる。エレクトリカルにいたのが計画物シーでもって、バラはアドミン横にプリンココがいた。なので残ってる2人が、はあ、まあ、ベント候補。うん、ベントは枝自身はいろんな人がエレクトリカルにいたのを言えるんだけど、逆に見られてないってことか。シュコタンはいつのタイミングまでセキュリティ見てましたか。ボタンが鳴る20秒。もう一回話しましょう。ボタンが鳴る20秒前ぐらい。10秒に。誰もエレクトリカルに枝がいたことを弁護してる。シュカをしてるかな。覚えてねえよな。
カタンズリでいいでしょう。うん、いっぱいいるわ。あ、他にも見てる。よかった。見てる見てる。うん、まあボタンもさないし、アッパーで見かけてるかカシオカタンズリで問題ないと思います。アッパー。アッパーです。アッパーアッパー。多分屋久島やったのもカシオカタンじゃないかなっていう気はしてる。な、左側で最終目撃でおそらく弁当移動したのはカシオカタンでっていうことじゃないのかな。だと思います、うん、なんかローラー入りそうだったから急いで切りしたのかもしれないし、うん、そうそう絶対そうだと思うよ。だから枝さんまでは釣らなくていいと思うよ。全然現行犯で見てるからやったの。あ、他に見てる人はとかはいないかね。いないね。ここさん見えてると思うけどな。カシューカさんやったの。私はカシューカさんが通りすがるところを見ただけなので、やったところはちゃんと見れてない。俺ね、ここ死ぬならここさんに死んでもらおうと思って。ごめん、ずっとミュートにしてたわ。ああ、俺死ぬならここさんに死んでもらおうと思ってここさんの後ろついてったんだけど、なぜかね、なぜかここさんをスルーしてバラさんやったんだよね。一応さっきの容疑者の枝かしゆかで、でも見てるのがモノさんしかいないから、もう一人ぐらい押せるならかしゆかちゃんだけ釣るって。ちなみに俺は誰がやったかわかんない。でも枝とはどうなの？押せる？カシュガちゃん。いや、押せる必要ないでしょ、別に。いや、だって枝さんもさっきの容疑者だから、モノさんだけ、まあ。だって、ボタンも押してないんだよ、カシュガタン。あ、そうか。レポートしてるってことは。ボタンないの、これ。ボタンなかったわ。いや、大丈夫。これカシュガタンで終わりだよ。OK です。ボタンなかったわ。ここさんのこと殺せなかったのかな、カシュガタンは。よくバラさん殺したよなって感じだよ。バラ枝さんしか使ってないと思う。ボタンあると思うから怪しい。インポスターだな。こいつインポスターだ。頭に血が入るとよく見ろ、みんな。インポスターだ。人に入るわけねえよ、こんなの。見えたか分かるのか。まああれはほぼほぼ間違いなくて、まあ、もう一人は分かんねえか。決め方は分かってる人だよな。多分大丈夫。やったー、素晴らしい。いいボタンでした。プリンが出てきたから間違いねえなと思ってた。あー、メトベイ。うん、メトベイです。スキャンしてた。エレクトリカルかもう俺も言ったけど、エレクトリカルからも多分出てきた。計算が出る。出てます、うん、素晴らしい。いいボタンですね、このボタンは。良きボタンで
個人的に別に全然黒要素としてじゃないけど、ここさんが先頭にいてやられなかったっていうのが一つ思ってるのと、初日で停電、薬島さん死んだときに、K さんがストレージ上の配線やるときに、ストレージの配線やり始めたなって思った瞬間に停電してすぐ K さんは動き始めたから、そこら辺はちょっとえ怪しいなって思ってる俺個人的に。気になるポイントってことね。足岡さんごちゃぎる狙ってる、狙ってるから、たまたまキルハンって言ったのがバラさんだったのかなって。え、そんな近かったのじゃあ、ココさんは、うん、いやでも私、いや、え、こっちパターン通り過ぎてるよね。通り過ぎてますね。通り過ぎてすぐだったので。そう、なんじゃろう、あの状況なら一人でも持ってくんなら俺はキルボタン連打しながら走るのかなっていう気はしてるけどね、ココさん。まあでもわかんない、それはたまたまか、まあ、全然黒要素ではないよ。まあ黒要素だけど、そんなほんのあり、ほんのあり。モノさんから見てココさんは見えてる位置っぽかったぐらいはあったんでしょう。うん、なるほど、ココさん見えてる。なるほどね。ココさんを盾にしながら俺は進んでたから間違いない。ひどいよな、ひでえ男だよ。ただモノさんは死ぬかな。まあ白ボタン使っちゃったしな、白いな、隠しろだな。誰も喋らねえから俺が一人で喋ってるじゃん。いやまあそういう作戦なのかなっていう、こう変な勘繰りをしてしまうからさ。白いなぁ、隠し方も俺だったしな、結局つったの白いなぁ。なんで自分から怪しくしてくのこの人。ミュートかけます。はい、リアクターなんねえから一生やっぱいけねえわ。生きてんじゃん、生きてんのかい。ボタンだ、褒めて使わすぞ。ナイスボタン、褒めて使わす、ありがとう。タスク終わったよ。いや、私もあと1個で終わる。ポチってしたら終わります。停電時のリアクターに絶対片方死んだなと思ったら死んでなかったわ。生きてた。あと仕入れも、リアクター仕入れもさん、うん、仕入れもさんと枝くん。え、枝さん、いや、枝くんと仕入れも2人でいたの、リアクターには。うん、停電の時ね、停電の時。え、枝くんと仕入れもさん、あれタコさん、最後だと思ってた。これタコさんね、停電なる瞬間にさ、あのエレクトリカル1見てんのよ。うん、あ、停電なる瞬間じゃないけど、ちょっとほんの 1,2 秒前。うん。で、アドミンに3人いて、で、エレクトリカル1ついてて、リアクターにあって、ここさんがストレージの方から歩いてきてて、で、ね、エレクトリカル位置あったから、俺よっぽどじゃない限り停電その人が直すだろうなって思いながら、一応停電向かって、俺が結局直してんだよ。うん。ってことであれば、なんでタコさん、まあ、おそらくエレクトリカルにいたのがタコさんなんだろうけど、なんで直してないんだろうな、どこ行ったんだろうな。さっき俺、シーレモさんと枝さんを見送って、ロアの方行ったんだけど。
え、なんでエレクトリコル1が折れて生きた。いや、枝足入れもがリアクターでしょ。うん。で、俺その2人見て、普通にロアの方行ってるのを見てるよね、シーレモさんと。まあ、離れたのは見てるよね。タスク終わったら、うん、離れてたとか言ってた、うん。エレクトリコル1がついてて、アドミン3でプリン系もので見てて、すぐそこにココさんがいたから、タコさんだけエレクトリカルじゃん。俺の目線だとな。わかるか。え、ココさんもすぐアドミンの方にいたってこと？停電中、停電になってからってことですよ。まあ、停電なる直前ぐらいじゃないかな。私、セキュリティにいます、うん。まあ、とりあえずタスクでいいんじゃないですかね。だいぶそうだね。あと、ごキル必要なんでね。セキュリティ止まったら見に来てね。いや、わかった。うん、いや、タスクかな。待ってないやつ終わるぞ。一応見てればいいか。リアクター終わって上通ってアドミン行ったら計算死んでました。はい、じゃあタスクしましょう。話さずにタスクでいいの？まあ、うん、なんかもうタスクでいいです。ありそうなメーターだよね。プリン仕入れ物は私じゃないですかね、これ。プリン仕入れ物はまず違うので、うん、一緒に。計算どこにありました？したい計算アドミンの地図。ああ、あとタスク終わってない人。私です、多分。私が結構終わってないです。じゃあ、ここさんも白。タコ枝、相変わらず怪しいというか、ここ落ちたら終わるんだけど。まあ、タスクでいいと思います。落ちたら終わる。だって、ああ、2人よってこと。なるほど。クリンシーレモモの白。ここタコあ。タスク残ってるから白。ここさんっぽいってことだよね。じゃあここさん以外タスク終わってないっていう人がいない。カピラリアクターレンダーだけど、リアクターどっかでオーツで勝つ。まあそれしかねえよな、勝つなら。リアクター無視して、ここさんはもうリアクター無視でひたすらタスクするでしょ。ココさんがどこにおるか知らんけど、ココさんは見えねえ。カフェテリアだけ扉が閉まんないね。いねえどこにも。何バグか透明バグかあるだな。もう落ちていいかな。こんだけそこいるんだったら。セキュリティこんだけいるとついやばい。なんで殺しちゃったんだココさんを。まあいいんじゃない。ああ、タスクで負けるな。うんね、え物ああまあいいや。ああ、はい、まあここさん、はい、ここさん、まあ俺ボタン、えこれレポートするって悩んでたずっと。そんなモノちゃんそうなんだろうなと思ったけど、まああと幽霊のここさんに任せよ。みんなタスク終わってますよね。終わってます。タコさんが最後リアクターに入ってって、タコさんが出てくるの見てないけど、俺はまあいいか。あいいか。いいな、いいんだな、タスクでタコさん。いいんじゃない。
OK。タコさんはリアクターに入ってて出てこないまま死体を見つけたけど、タスク頑張ろう。タコ、人を殺すな。俺十字路下さ降りていってんだけど。大丈夫、左に入ってる。大丈夫だ。俺は目がおかしいだけです。すいません、目がね、買い直さなきゃ。意地悪いな。殺してるのに。奥さん一番殺したがるのにな。この大津で勝てなかったら無理だな。無理だな。勝てるチャンス大津連打しかないから。大津を座る。ベッド入ってんじゃん。まあもう諦めてんじゃん。まあでももう無理でしょう。まあもう無理だろう。お子さんがだってドアがいてもタスク間に合うんじゃないこれ。間に合うでしょ。間に合う。幽霊だし。これ連発しないでしょこいつ。明日は。俺がよ、もう見せてやるんだよ。目の前でベッドから出てきて、枝さん食うんだもん。だってさ、さすがに負けそうだからって、ひどすぎでしょ。いいだろうっつって、これ、弁当、これ見よがしに目の前で入ってったんだよな。シーデモさん、ちなみにタコさんだからね。え？タコさん、待って、ごめん、モノさんに入れちゃった。プリンとこう入れた？俺、釣られたら負けるから。タコさんに入れちゃった。はい、いやいや、俺もタコさんに入れるわ。それなら多分釣られないから。あ、そっかそっか。やべえ、やばすぎ。シーレもやべえな、シーレもやっぱやべえやつだな、こいつ。ごめん。いや、シーレはただ状況が分かってないだけだから、しょうがない。ごめん、ごめん。やべえな、やべえだろ、言われるだろ、あいつ。正気かよ。なんであいつ、やばいな、マジで。やばいな、本当にやばいな。やばいね。トコさん殺せる。トコちゃん殺せないか。クールが、まあ、クールタイムないから。なんか勝った。ごめんみんな。言っていいですか。私リアクターのタスク5回妨害されてるんですよ。あ、それでクリアできなかったって感じ。そうなんですよ。あ、なるほど。どういうこと妨害されてる。妨害ってどういうこと？ボタンでしょ。ボタンと案内報告とで。で自分が殺されたのもあってか。ちなみにリアクターはマジで俺ジロジロ下降りていってロアからの弁当で。あ、弁当で行って出てきたんだっけ。左行ったなーって。あ、でもそこは俺と一緒にロアやってる時に薬師間はどうだったみたいなの。あれ俺何って言えば正解だった。薬師間を見てないって言ってほしかった。いや俺もう枝さんに言われてる。例えばあのストレージから右に行ったとかさ。枝さんも黒一だったからそれでやってもらいたかった。枝さんの情報が嘘っていうのでそうそうべきだったの。あれきつくないか。ここに2度疑われたらって思って。いやそりゃないと思うけどな。マジか。うん、あれ押すべきだったか。枝さんがそれ見間違いじゃないみたいな。どうだろうな。まあ多分そうだね。枝さんが死んだり枝さんずっと終わんなかった場合に筆頭にないのはタコさんじゃない結局。多周波を釣るっていうあれになんなかった可能性もあるのか。まあそうだね。そこで弁当情報見られてる以上でも多周波枝はどっちにしろ。まあバラさんが死んだ理由は俺バラさんを狙ったからだよ。うん、まあそれはそうだとなんか思ったけど。弁当見られたから払いすぎ殺した。こういうやつなんだよ。覚えたけよ村人よ。こいつはこういうやつ。ここさんが円卓から離れたのが悪いから。あーそうで、ちょっとカシユカとネキかな、ディスコで俺フレンド申請送ってるから、うん、あーカシ、あーそう、それをちょっと、はい、俺フレンドじゃなかったんだ。うん、ディスコは全然フレンド持ってないから。どこでやるんだそれ。ね、サーバーとかが左に並んでるところの一番上。これかあ、仕入れもじゃん。ん？どれだ？ありがとう。サーバーとかが並んでる？ん？サーバーとか、これか。オッケーオッケーオッケー。パソコンじゃなくてあれだからか。携帯だから。あー、違うのか。
で、江田さんが、これで終わりで、ありがとうございました。本当短い時間だったね。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。またやりましょう。さよなら。バイ。バイ。仕入れもさんが、あのタコさんがふざけて弁当入ったとき、キキとして俺に票入れてきたのびっくりしたわ。でも、あの、墓場も。やべえな、あいつ。オーディネスが盛り上がってた。チャンスだと思って喜んで入れたなと思ってよ。あれもうちょっと議論というか話し合い長引いて、最後の方だったらプリンちゃんとモノさんが合わせれなくて。なんか茶番を聞いてさ、なんかモノさんが弁当から出てきたってタコさんが言ったじゃん。うん、そうなんだと思ってピッて入れちゃったらただの茶番だった今までの議論とかの流れからモノさんは隠し色だったでしょ、うん、だってモノさんその前に江田さんとタコさんが怪しいって話があったから、どうだろう、でも私もその場にいなかったら分かんない、私とモノさん で, なんか、うん、でこっから俺抜けてまた強靭入りにするから、強靭入りって何すんの？強靭入りは、まあ、強靭の役割としては、インポスターの見方をする。うん、まあ、あれだよ。クルーメイトだから、タスクは、ちゃんとやるようにして。うん、でも、インポスターが勝ったら勝ちってことね。そう、インポスターが勝ったら勝ち。それはどういうふうに割り振られるの？自分でわかるの？それは、インポスターになった人が、うん、俺にゲーム開始後に、ディスコの DM を送って。ディスコの DM？ ああ、なるほど。ディスコードで送る、うん。うん、ディスコの DM で俺にインポスターの人は私がインポスターですって連絡をします。で、そしたら俺が、それ以外のクルーメイトの中から、ああ、歌手が合ってる、それで。ああ俺は合ってるよ、文字も。はい。で、合ってるって、どこでそんな会話？うん、うん。DM 送ってきてくれたから。で、で、クルーメイトの中から俺がランダムに一人、あなたが強人ですと送るので、スマホの人とか多分通知オンにしといた方がいいかな、ディスコの。はい。ディスコの通知を。そう、プリもそれで合ってる。あ、オッケーオッケーオッケー。まあでも私スマホだから、私がインポスターになった時は片割れさん。あ、そう、プリンがスマホ勢がインポスターになっちゃった時は相方の人が相方も含めて送って。はい、わかりました。あ、じゃあもし仕入れもプリンが鬼にインポスターになったら、プリンちゃんの分も含めてチコタに送ればいいの？俺通話はパソコンでやってるよ。あ、本当？じゃあ大丈夫だね。私誰がスマホ勢か分かってないんだけど、プリンちゃん。仕入れもプリンだけ。仕入れもスマホ勢じゃないと。私もスマホっちゃスマホですけど、遅れる。私アプリ。DM が遅れるかどうか。そうそう、アマングアスがとディスコが同じあれでやってる人。うん、スマホでどっちもやってる人は多分私だけかな。インポスターになったら2人の名前送ればいいんじゃない？まあ、それでもいい。全然それでもいい。こういう場合はとかやると混乱して。あ、そうだね。それ自分が強人かどうかっていうのは DM 送る。自分が強人かどうかは俺が DM を送ります。誰かに。で、まあ、おさらいだけど、タスク、強人は必ずタスクはいつも通りやること。ああ、それでクルーメイトを勝たせないっていうことがないようにね。そう。もしあと強人だけがタスク残ってて最後これやったら終わっちゃうみたいな状況になったらどうすんの？俺はまあやるしかないかな普通に。まあそうね。うん。人狼は強人わからないでいいよ。だから強人は単純にインポスターの有利になる発言だったり行動をする。で、もちろんインポスター側も、強人側も誰がインポスターで誰が強人かっていうのはお互いわからないから。ああ、その状態でだから強人は普通に殺される可能性もある。はあ、もしも希望が多ければ強人じゃなくて強心者でもいいよ。インポスターが誰かわかる。強人がいいかな。強人ね。大きなね。まあ、はい、これさ、お部屋の ID ってどこにある？あ、今ね、もう部屋誰か
立ててもらって、計算が立てればいいかな。あー、はい、応答してる人が。じゃあ出るわ。あ、出ます。ちょっとポーラスみたいな、ポーラス。おしっこ。間違えた、違う。ポーラスがいた。強人の人は、うん、インポスターが誰かもわからないけど、自分、え、ポーラスでどういう発言をすればいいんだ。だから、普通がいい、まあ。簡単に言えば、強人、プリンちゃんが強人だとするじゃん。うんうんうん。死体を見つけるとするじゃん。うん。死体をして全然違う場所にあった、あの例えばエレクトリカルで死体を見つけたけど、ああじゃあリアクターに死体ありましたって発言した瞬間にインポスターがプリンちゃんが狂人だと分かるわけよ。でそこからはあの、まあ、自分で考えて優に発言していくっていうのもありで、あ、なるほど、一例としてそういうのがある、死体の場所を嘘してても報告しないとか、例えばあ自分と真っ白な人をローラーかけるとか、そういう流れに持ってくとか。単純に狂人の仕事って、うんうん、あのこのゲームだと本当にインポスターの会に釣られるまでがそうだね、仕事みたいな部分あるから、あの死体スルーすることによってその人が人狼かっていう、インポスターかっていうことで、あそっかそっかそっか、こいつを釣ったから一郎釣れてるだろうっていう考えじゃなくなっちゃうから多分。ああそういうことか、そっかそっか。そう、ただし気をつけなきゃいけないのは、俺とアルクさんが経験したんだけど殺されるっていう、インポスターに。ああなるほどね、変な行動を考えて一人で行動してたら殺される。結果的にね、逆に目立ちすぎると狂人でバレちゃうから難しいよ、ね、そうですね、狂人でバレてもいい、テコタン、テコタン、はい、あのもう一回まとめてほしい、インポスターになったらインポスターが2人の名前をテコタンに DM、 テコタンは狂人をその、はい、それ決めて狂人をに人に DM を送る、はい、でその後チコタンの声で、あそう、その後俺が、で10秒後に あのサボタージュとキルはやってくださいって言って始めるから、うんうん、それで用意ドン、うん、キリンです、で、俺が抜けるから、あのミュートボット動かないから、うん、もともと動いてねえけど今日、あのミュートは手動で、もともと動いてないわ、草アッパサバでやってもいいよ、俺、アップデートしてないし。あ、どっちでもいいよ。行った方が楽だな、やっぱり。でも、スピーカーミュートかかっちゃうから、役者の声聞こえない。あ、そうだね。あ、そうだね。そうだね。結局できない。あ、じゃあダメなのか。ダメだ。うん。はい。オッケー。じゃあ、手動ね。ミュートは手動ね。はいはい。とりあえず、やってみようかね。いいですか、バラさん。バラさん、よろしく。始めちゃった。動く、どうせ動かないから、普通に。あの、スポーツマンシップ的な話なんだけど、狂人バレしてしまった後に、あのわーわーわーって議論を阻害するのは妙だと。それはそれはだダメじゃない。だけまあそれはないという共通認識を持ってやりたいなっていう。まあでも人狼に慣れてない人もいるしさ、それは狂人に任せればいいんじゃない？普通にゆるくやろうよ。まだ分かってない人も多いし。動いちゃダメ。あ、ごめん動いちゃった。戻ります。まあずるくずるいと思うことはやらないようにでいいんじゃないですか。うん、それものを、ね、こういう確認をした、うん、後でツイッターで叩かれるぞっていうことで。ずるいの禁止。じゃあずる禁止ね。ずる言うからな、終わった後。あれはないだろう。あれはないよね。つらいつらい。アンケート取るかツイッターで。ちょっと待ってね。それ役しまじゃ。じゃあミュートしますか。はい。バイバーイ。さよなら。はい、送ったので、キルサボタージュは10秒後からでお願いします。スタート。カスプリ対
ミュート解除で。はい。はい。プリンの死体を、タコさんの死体を、あのストレージの給油の前のところで死んでるのを見ました。給油のところですか？うん、あ、そうそう、給油のところで、まあ、個人的にはシーレモさんは白いのかなって思って一緒にロアーマリア、あ、でもそっか、いつかはごめん、わかんない、死んでるのところでした。リアクターって見かけた情報とか、リアクターは私以外全員行ってました。あの最終目撃多分私になるので、先に多分黒市入るんで言うんですけど、そのストレージ、まあ、タコさん下から行って、そのストレージまで私一緒で、一回ストレージのところで閉じ込められて、私が扉が開いてアドミン行って、で、ストレージの下の方に行ったぐらいで、多分レポートが鳴ったって形なんで。直前で見てってこと？まあまあ、直近ではあったと思います。閉じ込められたんだ、ストレージで。一回ストレージでタコさんと一緒に閉じ込められてますね。だとしたら、カシウカ系だったかな、ワシロキション。そうですね。上から、カフェテリアから来るの。うん。なんだったらタイちゃんも白かな。うん。そうだね。A さんとカシウカさんは多分私一緒にぐらいにアドミン入ってますよ。アドミンからの方からバラさんが出てきたのは見てるけど、ココさん覚えてない。ストレージが。これシーレモさんの動き知りたいな。シーレモさんの動き知りたいな。多分シーレモさん、ココさん、タコさんで、リアクターからロアストレージの方に行ってる。いや、あのね、シーレモさんの後ろは私が証明できる。いやいや、シーレモさんの話を聞きたい。あ、ごめんなさい。はい。返せよ。ココさんのはリアクター後の話だもんね。みんなリアクター後の話で、ぜひ。そうだよね。みんなミュートね。あ。みんな一緒に行こう。じゃあ僕も残るかな。ミュート解除。はい。はい。はい。じゃあシーレモさんの話から。はいはい。シーレモはリアクターの後、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 のタスクをやって、そのまま、多分、ロアじゃない方、あ、ロアか、ロアエンジンで水平にするタスクをやって、そこでプリンちゃんと出会ってて、私はその後すぐアッパーエンジンを水平にするタスクに行った。終わり。それはできなく、それできなくて、俺リアクターで、うん、シーレモさん、ココさん、タコさんが下行ってる、下行ったのを見て、俺ロアの、水平にするタスクして、でその時、あ、ごめんごめん、水平にするタスクして、でその時にロアの右側から来るシーレモさんとすれ違ってるから、それ絶対ありえへん。ロアの右、俺もタコさんはタイちゃん見てるから、シーレモさんそれ動きできなくて、でここで問題になるのがシーレモさんが人狼か狂人かなんだけど、狂人であってもこのタイミングなら釣ってもいい。うん、うん、別に釣ってもいいけど違うよ。あ、じゃあ私ちゃんと行動覚えてなかったかもしれない。ごめん。でも水平のタスクやってたのは本当。あと1、2、3のタスクやってたのは。ちなみにプリンちゃんは、プリンは何を持って白、プリンちゃんが何を持って白を証明したの？いや、なんかごめん、見えてないのかもしれないけど、私も一緒にリアクター終わった後、シーレモさんと一緒にロアの方行ってるんだよ。いや、それはいいじゃん。ロアの後の動きの方が大事じゃない？あ、で、私はロア行って水平やった後に、ちょっとアドミ見ようかなと思って、でエレクトリカル、あ、で、ストレージの方向かって、まあ、そこで一回扉が閉まってたから待って開いてストレージに入ったらタコさんの死体を発見っていう感じだから、シーレモさんは私は無理なんじゃないかなって思ってる。そこまで一緒だったってわけじゃなくて、そこで見たからってこと？え、でシーレモさんがロアのその水平のタスクを終わった後にアッパーの方に向かっていくのは見てるから。
で、うん、やってるんだよね。でもなんか時系列が難しいな。え、うん、それがなんでずれるかが分かんない。え、なんか他のみんなはなんでシールモがその動きできないと思ってるのかがよくわかんない。そうそう、それがわかんない。タイちゃんと行く列が…え、釣れちゃうの？マジ？タイちゃんがしたらなんか怪しいんじゃないの？タイちゃんは見てる、そこにいるのは。うん、俺だって一緒に出たもん、みんなと。もう一回し…まあいいや、俺は。あ、ミュートね、ミュート。入れちゃったけど。あ、話すことある？はい。へい。はい。はい。一応俺の白出しというか言うと、リアクターに最後まで計算と歌集がいたのを見てて、うん、で、計算歌集が出るぐらいに、もうあの、仕入れもさんと、ココさんと、タコさん、あとプリンさんもいたのかなの人たちがロアに行くのを見てて、で、そのタイミングを、まあ、歌集が見てるから、うん。時系列的には仕入れもさんが会わへんっていうのは、まあ普通に納得できるんじゃないっていう話。ん？まあ俺が考えているのは、シレモさんがあのロアからアッパー行ったんでしょ。でアッパーにタイちゃんがいて、うん、タイちゃんその辺であの上あのアッパーからロア行ったのになんですれ違った情報がないのっていうそこ。うん。シレモさんとすれ違ったのは俺ロアの右の入り口のとこだから。エレクトリカル側の入り口ってことだよね。そうそうそう。に右から来るシレモさん。うん、なんなら俺ロアの下 の, タスあの水平するタスクしてからすれ違ってるから、なんで戻ってきたんやろうって思ってる。ああそういうことね。うん、ああなるほど。まあただ強人の可能性の方が高いかな。い強人も全然あるかなと思ってて、私視点だとちょっとよくわかんない。まあちなみにさっきのタコさんのところなんだけど、バラさんはアドミンから出てきて、うん、あのカフェテリアのボタンを押しに行こうとしてた感じ。あの動き最後。うん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 。そう。ここさんも全然黒一なんだよね。正直。まあ私も黒一ですね、うん。バラさんも俺目線からだと全然シルパだせって。私も黒っちゃ黒なタイプ。そう、ラザニアさんとモノジーの話何も聞いてない。うん、うん、そうだね。この前入る話入るのにさ、カシュタアドミンから出てるとこ見てくれてるって思ってたんだけど。アドミン、その文字から来た。あ、オッケーオッケー。あ、一応アドミンから出た。押す？押す。もう一回行きますか。うん、もう一回行きましょう。でもこれ押すってことは、仕入れもで釣れてないかもしれないっていう村の。いや、釣れてないと思うんだけど。いや、当然でしょう。巨人いるんだから。うん、うん、そういうことか。言うと、私の言う、うん、私はアドミンでリアクターが全員向かってるのを見て、で私が行ったなって思って、その後エレクトリカルでずっとタスクしてた。はい、じゃあモノジリアクターなって直した自覚は上側直しました。で俺その後多分誰よりも早くロア側抜けて、今シールドか、シールドまで行ってる。シールド前ぐらいかな。うん。リアクターを下から行ったのって、バラさんはどっちから出たの？リアクター。リアクター、下から行ってるはずなんだけど。あ、出た後。うん。あ、下から。下から、退出した。なん、タコさんがリアクターから出たタイミングって誰かわからない。タコココ仕入れも出てた。そうそう、そこが見えてる。タコココ仕入れも出てたんだ。じゃあ、バラモノの方が先か。バラモノの方が多分先に行ってると思う。うん。なるほどね、ココさんが言ってたストレージで閉じ込められたっていうのを俺は知らないから、俺そのタイミングでもう抜けてっちゃってるんだと思う。ココさんが最後にタコさん見たのはそのストレージってとこ
ことは大丈夫。あ、そうですね。したらもうわかんない、絞っていいのかは皆さんに任せますけど、シーレモさん以外の容疑者はもう、ココさん、うん、であとプリンちゃんかなって思いますね。なんか、うん、プリンのがそのシーレモさん、いやだからタイちゃんからのシーレモさん情報とプリンからのシーレモ情報が、そうそうそう、だからそれがずれてるから、私はタイちゃんがなんでそういう発言をしてるかがわからない。私のあのリアクター後の動きとしては、あのシーレモさんと一緒にあのロアの方に向かってって一緒にタスクをして、うん、タスクをして、で私はあのアドミン見たかったから、あのエレクトリカルの前の方の通路に向かっている時にシーレモさんはアッパーの方に向かってっていうのは見てるんだよ。でその後私は死体発見だったから、右から来てるシーレモさんを見てるタイちゃんかちょっと私はわからない。タイプにも対立しちゃうんだよな。だとしてもタイちゃんは多分ないから、うん、あのやあるとしたらココさん、うん、あるとしたら、うん、まあね、あのそうココさんかな。ミュートします。ミュはい、ああ思ったよりタスク進まなかったね。死んでねえか。そうか、タコさんは死んでるから落ちててもいいのか。うん。エレクトリカル位置が心配だったから見に行っていったらプリンがいたわ。うん、ダウンロードかな、アップロードかダウンロードしてたかな。それ以外は結構アドミンカフェら辺に集まってたっていう印象かな、アドミンいた感じは。まあ、だからさっきの事件、まあ、改めて話すとすれば、今の状況でシーレムさんを除外してね、サイクロはやっぱココさんかなって俺は、うんうん、自分でも黒一だって言ってたし、まあ、そうですね、うん、2番目はプリンちゃんかなっていうのはセルフは消せないから、うんうんうん、まあ、バラさんもう、バラさんの、でも、まあ、ココさんはバラさんの後なのか。ココさんとバラさんはすれ違ってなきゃいけないんだよね、多分バラさんやってるときって。そう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 。ココさんってストレージ閉じ込められたとき、ストレージぐるっと回ったり したんですか？いや、それは知ってないですね。あ、ちょっとアドミンの方にぶつけてた。まあ、上の方。これは、ごめん、変なこと言ったら申し訳ないけど、そのシールズまで行ってたっていうモノさんが、実は中でやってたってことはないの？いや、ある、全然それは、うん、全然ない話ではないんじゃない。あとバラさんがアドミにいる時間も長めだなと、そうなってくると。その時ネキはいい方？ん？アドミに。あのリアクターの。あ、そっか。エレクトリカルに行ったって。エレクトリカル行ったって言ってたな。バラさんのアドミン情報とかないの？ミュートだよ、バラさん。はい、ました。ボタンを押しに行こうと思って、で、なんか、まあもうみんな割と、してる感じするなぁと思ったとき、結構なんか左下の方に集まってる感じだけ覚えてるんだけど、バラさんってでもリアクター抜けた後さ、速攻でアドミン、あ、そう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 、モノジットだけさ多分誰よりも早く行って、うん、アドミンだから、あのロアのとこで一緒になったかな、閉じ込められた言うとねー、あ、そう、はい、you
タイさんカフェテリアなんだけど、はい、うん、あの死んだタイミング大体分かって、あのバラさんと一緒にさ、ウェポンズからカフェテリア通って下行ったタイミングあったじゃん、うん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 、あの時タイちゃん左から来てカフェテリアの後に来たんだよ、多分その直後なのね。だね、うん、俺とカシエバタン一緒にナビからウェポン行ったあのタイミングってこと？いや、あの後、あ、それで、あの、ナビからウェポン行ってカフェらへんまでは一緒に行ってるから、そこの、すぐあるからね。カフェまで、もの字一緒に来てる？行ってる行ってる。俺、タイちゃんまで覚えてないけど、カシオコタンとそのままカフェテリア行って、俺、左の方抜けてるから。え、ココさんどこ行った？ココさんね、相当遅いタイミングでアドミンから出てきて、リアクター向かってた。カフェテリア。あ、まあ、そのまんまスルーしちゃったね、リアクターは。まあ、死んだタイミングなんだけど、タイちゃんがリアクター解除ボタン、あ、ボタン押してたか、タイちゃんって。多分押してたと思う、押してたよね、押してたよね、うん、じゃあボタン前待機する意味ないから、俺とすれ違った直後だね。右の方に歩いてたような見気がするんだけど、どでもカフェではないから、どこ その右上に行ったかもしれない、上の方に行ったかもしれない。1で言うと僕バラ目線計算ウェポンでタスクしてたように見えて、してたしてた、うん、計算これはからの目撃情報とかない？あの O2 の時はごちゃごちゃってしてたから覚えてないけど、それ以外の時で O2 あたりで見たのは計算とココさん、うん、俺も計算とココさんちょっとあれだし、うん、もう一回誰か、俺も押せるか、俺押せないんだ、うん、じゃあみんなで押しましょう、うん、みんなで押しましょう、はい、はい、あ、ミュートね、はい、ミュート解除。はい。とりあえず白は洗っていこうか。うん、バラさん目線カシューカ白でいいんじゃないかなと思うけど。カシューカ、いや微妙に覚えてない。カシューカ前歩いて。いや同時ぐらい。同時ぐらいだったっけ？まあでも前か同時ぐらいに行って、うん、後ろじゃなかったなって印象があって、それでさっき計算とココさんの話したけど、まあカシューカはないと思う。で物字ってバラさん見てた、うん、その時。モノジーはね、俺は見てな。まあ、まあ、あんまり詳しく喋らなくて、俺見てない。ああ、俺はナビゲーションでは見てたんだけどさ、その後は覚えてないんだよね。うん。中華とナビゲーションで、そこから話すね。ナビゲーションにいたじゃん。うん。で、そこから、ウェポンの方通ってカフェテリア入って、そのまま左、メッドベイ方向に抜けていってる。タイちゃんの情報は？タイちゃん、俺が見たかっていう話？そうそう。多分そのカフェテリアで、タイちゃんが左の方から来たんだっけな、多分メッドベイ方向から。ちょっ
それはよく覚えてないけど、俺はそれいたような気はしてるけど、そのまま俺は左に走っていってる、うん、っていう感じで、リアクターが鳴ってっていう話流れだ。クリンちゃんは？私はこれどこから話せばいい？エレクトリカルのタスク。オーツ5。オーツ前後。あ、オーツ5、オーツ5はアドミンのタスクしてた。ずっと。アドミン、うん。プリン、ここのお互いの目撃情報。そうね、アドミンでお互い言ってるね、これは。あ、でも一人は、ここ3人いるよかな。ここ3かな、ここ3かな。うん。記憶にごめん。あとお菓子食べてる人めっちゃ音入ってる。議論中に。お菓子、え、これ自分でも入れた。あ、入れてないか。自分でも入れてない、これ。ミュート。わかんない。はい、スバラさん。どうですか。最高。わかんなかった。やっぱモノバラ。ここさんが強人？めっちゃ黒い血に入ってて。誰強人だった？俺タイちゃんかなと思っちゃった。ここさんじゃん。私もタイちゃんかなと思っちゃった。俺カシューかと思ってた。誰が強人？前。ここさんだよね。でも私ここ必死でタコさんのなんか黒い血なんでって話してたじゃないですか。うん。うん、私その時自分が強人だって知らなくて、やば。その会議終わった後に今聞きましたって DM 来たからね。あ、そうだったんだ。分かんなかった。俺そこでなんか知らんけど、シーレモさんまで行ってくれたから、俺タイちゃんかなってナイスアシストって思った。そう、なんでシーレモさん私見てんのにタイちゃん。いや普通に、いやシンプルで俺目線は完全に右から来てたから、うんうん、うん、でもシーレモさんさ、アッパーの方向かってってたよね。右側から、それが右側から来てたように見えたし、右側から来たように見えたし、なんなら俺プリンさん見てないしってなったから、そうそう、だからプリンさんとシーレモさんなんかなって思って、強人入りやからもう釣っちゃおうと思って投票入れたって感じかな。タイちゃん目線だとそういうことになったってことね。あ、私目線だともうシーレモさんは白い、まあその強人かどうかわかんないけど、インポスターじゃない。なんでタイちゃんこんなに言ってくるのかなって思ったからね。そこに最後まで残ってるの見てたんだよな。ねえねえ、バラさん、チュッ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 、ナイスナイスナイスすぎる。ねえねえ、プリンちゃんごめんね、あんなに擁護してくれたのに。いや、これココさんめちゃくちゃいい仕事してたね。あそこで釣られたのマジででかい。あこでイチロー釣れたっていう認識になって、そこからダブルキルで終わってるからめっちゃでかいわ、ココさん。ごめんね、プリンちゃん。ココさんに必死でボタン押してんだ、ピールさん。ごめんね、ごめんね。タイさんだから大丈夫、大丈夫。うん、ありがとう。タイちゃんの俺勘違いしてるかもしれないんだけどさ、けたん、タイちゃんってさ、シーレモさんみたいな。ココさんにしゃべらせろよ。いいですよ。あ、どうぞ。どうぞどうぞ。タイちゃんが見えてたんだ。披露される前に。なんか声が聞こえたの。アグの前奏が出てきたか。いいぞ。バグはマイクのせいですね。マイクのせい。なんだ。ていうか俺ゼロキルかもしかして最後のキルしかしてない。そうだ、全部俺かな、ね、多分。そうだ、ちょっと最初のやつとか、はい、いやできる可能性あるよねって言ったけど、はい、ったんだ。はい。はい。あのここさんってあれ通知とかも来なかった感じ？いや、あのディスコードだと通知がブーってならないんで、あ、なるほど、ね、それで気づかなかったのかなっていう。ちょっとじゃあすぐに見れる状態なのはシーレモ以外見れるんだよね。見える。俺見れる。最初ジャクシマンのページ開いて。にちょっとテストで送るので。DM のところ見てる。あ、来たよ。うん、俺も見てる。あれ、カシヤカさん、カシヤカさんは大丈夫なの？俺は見れるよ。あの。あれ開い携帯で開いてるけど、
屋久島のページ開いてるから多分見れるでしょう。あ、オッケーオッケー、じゃあ大丈夫、私行ってくるから大丈夫だよ。でもトイレ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。私も行ってきます。キレモンも行きます。ストレージで俺がタコさんやった時って見えてないよね多分、ココさんから俺は。え、いないかも。タコさんミュートにしてる。あ、はい、俺もアコさんに閉じ込められてモノさんが普通にやりに来たから、あ、そう、ココさんに気づいてないのかなって思ったけど、ココさんが。ココさんは狂人だと分かってなかったけど、黒っぽい発言をしてくれてナイスだったってこと？そう、たまたま黒位置にいてくれ、ずーっといてくれたから。うん、そうだね。あ、すごい。そのキルタイミングさ、奇跡的じゃない？あれ、すごいなぁ。いや、まあココさんにバレねえように やったろって、ココさん白に見えてるから、俺から。そうやね。うん、それで俺、なんとかそれ通せたんだけど、あれ、ココさんから見えてたのかなって。殺したんだ。そう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 、そういうことか。あ、正直大して議論聞いてなかったからさ、うん、途中なんかモノバラすごい怪しい位置に行ったところ。いや、そうそう、あったじゃん。あのね、モノバラどっちもなんかシールド前とアドミンでめっちゃ怪しい位置だったのに。そうそうそう、アシュカが議論から外してくれるから、あ、アシュカは限界を。なんかちょっと画面を変えて、モノカシ隊の3人の中絶対2人はいるって思って。タイちゃんシーラマさんつってくれたしなと思って。そういや、なんかさ、シーラマさんタイちゃんを見たところ見てないんかと思ってた、ね、最初釣ろうって言ってた時タイちゃん全くすれ違ってないんかと思ってたんで、ね、最初から最初押してた時はね。あー、なるほどね、そうそう、はい、でも ロワーで実際見てるっていう感じだよね。そう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 、議論すれ違いはあったよね。うん、そうだね。あ、ちなみになんだけども、うん、このやり方でやるなら、うん、テルテルもできるよ。釣られたら電話したら終了って。うん、誰が釣られたら。そう、テルテル、狂人の方がもっとやってみたい。たら、あ、そうだ、狂人ちょっと楽しいね。難しいが面白い。難しい、狂人はマジで、狂人はこう考える。私の頭がパンクする。何もできんかったんで、ちょっとあれです。いや、ここさん、でも、めちゃくちゃ強かった。最高の黒石だったよ。そこの釣られるところだけじゃないです。最初、そりゃバラさん。めっちゃしちゃったんで。バラさん疑いねえわ。やってねえんだもんな。これやってねえから。いや、マジで、もうさ、ビンダが疑わしいんだよ。いや、でもね、プリンちゃんはね、ちゃんとシーレモさんの白情報出してたの。プリンはもう、プリンはもう全然、ね、村って分かってたわ。そもそも俺、ロアに向かった組にプリンさん認識してなくて、何をプリンさんいい方に言ってんやろって思ってたぐらいやったから。いや、私はもう、タイちゃんはこうやって、この機会何て人のこと言ってんだよって。あ、じゃあ狂人の人さ、狂人の人あの、もしあの釣られたり殺されたりしても墓場で言わないでね。ああ、僕の人はね、見てる人が。ああ、楽しかった。ココさんが釣られた時に刺したわ。ああ、ココさんが狂人なんだなって。はい、インポスターの人は DM ね。インポは DM ね。はい、はい、ミットします。モノさん動いちゃダメだ。すいません、忘れてました。ちょっと待ってくださいね。はい、送りました。じゃあ10秒後からスタートで、スタート。
つ、はい、あと最後の一個。すまんな。今だな。シロさん酔っ払ってる。ねえ。ね思った思った思った。ね、袋とかではないけど。引っかかり具合が異常だった、あれは。全然酔ってなくって、ごめん、あの、シフト、シフトがすごい泣いてたから、そっち見ちゃってた、ごめん、ごめん。ああ、なるほど。ああ、びっくりした、もう。リアル酔っ払いみたいな動きしてたから。ごめん、ごめん、ごめん。完全に猫のせい、申し訳ない。ごめんね。今、あの、多周回以外全員リアクターいた。ああ、なるほど。いや、めっちゃいっぱいいたと思う。めっちゃいっぱいいた。いっぱいいた。ああ、わかんない。なんか、リアクターセキュリティ入ってたかな。うん。俺だけセキュリティ入った。なんか、オッケー。じゃあ、うん。お、もしかして弁当の中にいたか？お？あった？なるほど。いや、一緒に行ってたよ。一緒に行ってたよ。確かに。最初さ、リアクターなってんのに逆走してなかった？あれは。シーレモさんがいきなり消えたから。あ、それそれは。行ったんだ。ああ、そういうことか。それで。後ろ見ていっぱい来たから安心して行った。その時はシーレモさんカフェテリアの壁にで擦りまくってた。いきなりさ消えたから、よくない壁をなしてたからね。ほんとごめん、ね、猫が壁をなしてた。今日病院に連れて行ったからめっちゃ緊張してずっと泣いてるんよ。よかったんだね。初めての病院だったの？何歳になるもん、もう少しで。待ってこれまた自投票しちゃう、どうしたらいい？あ、さすがに大丈夫でしょ。うん、バラさんを作ろうと思ってない。なんで毎回そんなことになるの？どういうことなの？押しちゃうんで。見えた見えた。はい、言ってない。私もあ、でも何すればいいんだろうな。俺はま、黒い動き、ウィーカシバララザ、普通にやるか。糸会長、はいよ、平和だ、平和だね。うん、ちょっと俺計算に聞きたいんだけど、停電になった時にストレージのゴミ捨ての方からシールドの方面に向かってたよね。すれ違ったよね。すれ違った？うん、俺すれ違ってる。俺目線はちょっと見えてないけど。なんで逆走してんだろう。え、モノさんもう一回言って。じゃあ物の行動からいきます。物を初動チュンチュンして、はい、でナビゲーション前で停電になったので、そのまま俺はシールド通って、ストレージに入りかけのところで下から来る計算、来たであろう計算とすれ違って、計算はどこに行くんだろうなって僕は思ったの。でも計算はエレクトリカルにはいったけど、うん、来た、だから近捨てっていう、どこに行こうとしてたのかな、あの時何してたのかなって、停電になってるのにって思ってる。コミと勘違いしちゃったかな。わかんない、シールドから言ったけど計算すれ違わへんかったけどな。いや、すぐ多分俺とすれ違ってすぐ戻ってるんだと思う。俺エレクトリカル停電後に見てるから。あ、そういうことか。なるほどな、暗くなんねえもんな、計算してんだと。そうだな、俺の目線暗くなんねえもん。わかんねえな。目いいな。目いいよね。バラ。でも俺目線はモノさんすれ違ってないから、俺目線だとモノさん目いいなってなっちゃうんだけど。ちなみにじゃあそのルートは正しいの？そういうちょっと右に行ったっていうルートは。いや、まあ正しいは正しいんだけど、うん、停電中俺はモノさんを見えてないからどうなんだろう。うん、でもなんで右行ってるの？停電してるのに。右っていうか上なんだけど。アドミン行こうか迷って、まあさすがに近い位置だから停電直し行くかっつって、まあ結果エレクトリカル行った。
まあ、エレクトリカルには行ってるはず。バラって、モノさんと重なりながらエレクトリカルに向かったんで。いや俺目線はバラさん重なってなかったな。ごめんね、まあ、そこは。計算、エレクトリカル行ってるはずぐらいの、最後の最後までここまで残ってるし。うん、まあね、行ってるはずっていう発言が出てくるのはおかしいかな。これ、モノさん逃げてるのは私じゃないよ。もしかして脳みそ溶けちゃった。いたします。はい。はい、伝わったかな。一人ミュートなってなさそう。ほほー、ごめん、さんは結構直近だった。直近で出せます。水木、赤、村、青がエレクトリカルに閉じ込められてました。はい。で、青は最速で出ていってる。その次に俺が出ていってる。で、タイちゃんがエレクトリカルの中に入っていくであろう姿を見てる。で、終わってるから、西隊上がってるのであればエレクトリカル付近で、タコ隊がサイクロ、うん、いやタコココじゃない、ココさんかもわかんない、わかんない。ちなみにタコココは一緒にエレクトリカルから出てアドミンのところらへんで、俺はアドミンに行く、ココさんは下に降りたから、その下でやれる可能性はあるぐらいかな。ココさん一緒に行ったら、私ごめん、押す前に私アドミン見てて、エレクトリカルが7、ストレージに2、カフェテリアに1ってあったのかな。あ、違うな、ごめん、エレクトリカルカフェに1、ストレージに1、カフェに7ってアドミンに私がいるっていう状態見てて、このうめき声何怖い、分かんない。怖いじゃん。で、なんかそれって、あ、7人もいるから大丈夫かなってごめんおっしゃったんだよね。で、その停電になった、直りかけの、停電になった時に、いや、そこはどうでも、多分割とどうでもよくて、直近一番多いやつやったら、シーレモさんかなって思うね。シーレモ、カシウカがエレクトリカルに行った以上、プリンがボタンを押してるから犯行現場から遠い、バラさんは先行で行ってる、モノはその次に出てる、ココさんはストレージにいたから、反抗可能。どっかその辺の話の方が冷たい。はい、タイダとかの話。そうタイちゃん、ね、だってタイちゃんエレクトリカル入ってた。タイちゃんエレクトリカルの情報出さない。これ入ってた。で、シーレモさんとか、みんながぐちゃぐちゃっと出てったから、どっち誰。死んだ。なるほどね。なるほどね。
3下がびっくりしたなぁ。ねぇ。私よかミュートしてんのこれ。黙ってるだけかな。はい。はい。タイの動きいます。これ、シーレモさん追うっていう形でやるの。だからもうストレージ直後ぐらいで言う。ストレージ直後。で、俺シールズから回っていって、ストレージって言って、で、ストレージで閉じ込められて、その時に停電治って、停電治った直後にもうエレクトリカ入ったら、みんなが、ほぼ全員右やったと思うけど、ごちゃごちゃごちゃって出てって、で、俺一人でエレクトリカ入って、タスクしてたら、レポートじゃないか、エマージェンシーって感じかな。だから、シーレモさんがいたかも、俺、そういう覚えてないけど、まあ、はい、そんな感じです。ココさんはエレクトリカル来てたんですか？うん、絶対いた。100パーいた。さっきのレポートのある直前に、アドミンにいるバラさんを見てるんだけど、バラさん、アドミン情報ないの？うん？いや、ネキの話って言って、俺はちょっと、簡単に言うと覚えてる。はい、私あのアパとかメッドベイとかカフェテリアあたりのタスクしてたからエレクトリカルは行ってない。まあメッドベイならいや、うん、この中だったら、ここタコ隊にニローいると俺は思います。ニロー一強人か。うん、俺はそれが一番高いかなって気してる。一郎一強人だとしたらガザニアさんを追わない。メッドベイあたりいるっていうのワンマン。もしシーレモ戦とかシーカさんが。ちょっと違ったよ。うん、私、あの、エレクトリカル。上の話はあんまり良くて、タイちゃんが中で一人で、みんな、タイちゃんが中でエレクトリカル一人だったっていう話がタコから出てこないのが、これはおかしいって。それだって見てないもん。うん、だって全員がさ、一気に出たから。じゃあ、私、シーレモさんとかの情報出さないの？ワンマンさんと同じぐらいで出てると思う。もう一回。全員俺の姿見てるって認識で大丈夫？見てる、エレクトリ見てる。エレクトリから出て右行くときに、うん、サコさんからだってシーレもカシウカの情報とか出てこないんだよ、一緒にいたのに。全然。あ、ごめん。投票したもうエレクトリからにいるっていうだけじゃん。だからそこから一緒に右に行ったでしょ、タイちゃん情報だったら。じゃあ次押します。え、それは言ってないよ、一緒には。俺ここさんだけだもん。もうしっちゃかめっちゃかよ。まあ強人がいるからな。そうだな。おじさんの予想はラザータコ、ラザータイ人狼のモノ強人。当たってるかな？どうかな？当たってるかな？当たってるかな？俺さっきからさ、毎回会議後にさ、俺計算動かそうとしてんだよな。キーボードでめっちゃ操作しようとしてるのね。毎回。学習しねえんだ。3目線。エレクトリカルに、まあ、紫黄色みんないたの共通認識で、その後俺ココさんと一緒に出てて、でストレージから俺アドミンに、はい、最後入ったぐらいが最終なんだけど、でそこでバラさん見てます。でアドミンに入る前、ストレージの上ぐらいでココさんはなんか下に行ってる、俺と離れて。だからココさんはやれると思うってぐらい。ココさん目線。私はまたエレクトリカル出るところから聞きたい。まあ、エレクトリカル、まあ、タコさんと大体同じぐらいで出て、で、その、私は2人で出た。2人で出た。大体同時だったと思うんです。で、タリさんとすれ違って。3人はいなかった。でも、モノさんも先頭を切ってたかなっていうぐらいに、ちょっと見えてたと思うんですよ。はい、で、で出る。ココさんはストレージで見てるから、エレクトリカル中入ってること自体俺は知らない、ココさんは。はい、それでココさんストレージの上で俺と別の方から聞いた。ココさんから聞いた。言ったのはで、あの灯油のタスクを やろうと思ってそこで下がったんですよ私、うん、だからタコさんがシーレモさんをできるかって言ったらできないとしか言えないです。私もそもそもシーレモさんどっちに行ったの？右？いや、さんストレージの方は来てないです。え、それタイさんが見てんじゃないの？みんなが出てたっていう発言して、みんなが出てって、で俺それ入れ違いだから、まああの本当入り口のとこでしかみんなとすれ違ってないから、もうあの誰がどっちにいたか見てないんです。方針決めたいんですか？タコココの話が真実だとしたらタイちゃんが2人殺さないといけないことになるので変だなと思う、うん、タココ俺タコココでいいと思うよ。
え、いや、タコさんからでも対立してんだよ、ここ一応。俺、ココさんはやれると思ってるっていうで、ココさんも別にそれ否定してないし。で最後、俺、バラさん見てるっていうので、アドミンにいるっていうのは、バラさんわかるでしょ。バラさんいたんだから、アドミン。ココさんから行こうかなぁ。よく全然ないし。なんか、ごめん、わからん。ムラリねえけど、曲がねえんだ。なんで釣られるんや。もしま。やばいな。負けたな。めっちゃ面白くてなってんじゃん。俺の予想だと が当たってそうだね。な気がするけど、俺。どうかな。強制は当たってるだろう、多分。もう一回やって、予想。ラザー対人狼の強人者。あー、なるほど。違うかな。ラザー対人狼ね。今の話ずっと対戦サイクロじゃなかったの。あ、でも、なぜ。あ、ちなみに誰タスクやった？誰かタスクやったでしょ。幽霊じゃないの？あ、幽霊、あ、そっか、幽霊タスクもあるか。すまん、なんでもない。バラプリ、ここプリンはボタンを押してるからまず違って、バラさんは俺より先に行ってるから俺目線は真っ白で、ここ対でラザニアさんが、ラザニアさんがエレクトリカルとかでやってる場合だったら、タイちゃんがもうエレクトリカルの中に入ってるんだから、そこに死体はないんでしょ。ラザニアさんがエレクトリカルのだから、それだったらタイちゃんが死体を、タイちゃんが死体を見つけてるでしょ。エレクトリカルの中入ってんだろ、最後。てか、はい、うん、そう。てか、配電盤でさ、みんなやっててさ、上に行った人がいないんでしょ。みんなで閉じ込められてたんでしょ。その時に、もう死体ないってことはもうないんじゃないの、そこには。ここさんにしても、タコさんにしても、カシウカシでも見たと思う。エレクトリカルに残して私たちが出たとも、一緒に出たとも、情報が出ないって言うのが、うん、いや、タイちゃんしかだから情報出てない。残してたかどうかは忘れちゃったんですけど、エレクトリカルのところで、その、まあ、何人かいるのを見て、タコさんと同じぐらいで出てって形なんで。うん。これ、タイちゃん乗るまでローラーした方がいい？俺はそれ次の時代だと思う。今日はココさん釣るのは確定で、俺もう一回まだボタンを押せるので、タイちゃんまで行くかどうかを残りで決めたい。いや、もう正直私目線もう怖いな、釣っちゃうの。いや、ここで釣らない方がない。釣らない方がない。タコさん釣っちゃってるから。うん。そうか、タコさんが釣るの場合、ニローが残ってる可能性あるから。そう。私より真っ白だったと思うんですけど。じゃあそれ、うん、でもそれが、まあ、どっちも情報を落とさなさすぎだから、それ人だったらブラインス倒って、うん、どうだろう負けちゃうよ。いや、もうおしまいでしょ。なんでネキがボタン押したかは分かんなかったけどおしまいや。本当ですよね。うん、そんなに、まあ、ココさんわかんないけど、タコさんは超白かったけどね。タコさんかわいそう。うん、俺から先に釣られたのはちょっと納得できない。まあ疑われてるのはまあしゃあないとして。あそこになるか。ごめん、俺ミュートしなかった、すまん。え、物字でしょ人狼。いや、違う、俺じゃない。嘘、違うの？いや、マジで分からんかったな、俺が言ってない。バラ人の人、僕でーす。人狼、教授殺したかなって思ったんだけど。バラさんでしょ。いや、バラモの目線はマジで真剣にやって、そこに色を、まあ、いや、そこしかなんないもん、だって俺らは。え、計算なの？俺だよ。いや、これ超レアケース引いたと思ってる、俺。ハイナザのレアケースは考えなくはなかったけど、マジでレアケースかなと思って言わなかった。ナイスラザニアさん。ココさんもタコさんも何も出てこないんだもん、情報。2人が、いや、2人をあのカシューカシーでも残して、私たちは出ました。どっちかでも出したら、このローラーを知らなかった。
絶対、うん、まずない、それはない、そこまで言ってたら何も情報出てこねえから釣るしかねえなって思っちゃった。釣るしかない、もうあれは無理。まあ、強人誰やろ。そこはもうなんか言ってる、もう分かってるというか、あ、じゃあネキ話してて、話で分かってる感じの共通認識になってるかって、うん、俺も普通に分かってるもんです。分かってたら言わなきゃ。ミュートだよ。村には伝わってない。だからタイちゃんは言ってたからね、ちゃんとあのみんなが一緒に出てったって。うん。うん。うん、あんだ、2人分かってないんだと思った、みんなでごちゃごちゃ出てったから。え、本当に出てってんの？あ、出てってるよ。4人で出てる。タイちゃん、あ、カシユカとシゲモさんが残って、ベントでラザニアさんにキルされて、多分タイちゃんが。あれでしょう。うん、シーレモさん、そもそも左行ったからね。左行ってロアの方まで行って、俺追いかけた。あ、そうだったんだ。うん。あ、でもシーレモさんの情報は誰も絡まってなかったんだ。いやー、ネキ、あそこでカシュカさん殺してたの、すげえ、ナイス。最後、エレクトリカルで見て、残して出てったのが俺の最後だったから。いやーい。いやー、ちょっと今、物不思議じゃねえのか、教授。もう上から見てたら物不思議以外もないだろうと思ってた。その後ここさんがモノさんの後すぐに2人で出てるみたいな話したから、普通に2人後っていうのは、いやでもその発言は誰にも信用してもらってなかったんじゃない。うん、うん、それで俺は俺の中ではもう信用してなかった。流れが分かってるもんで進めてた。いやで、私は全く関わってないから、マジでその順番とか分かんない。そうだね、そのマジで分かんなくて。全員のはどうでもいいんだよ、分かんないもん。説明するのは大事かも。カシューカシーでもずっと欲しかったのに全然言ってもらえなかったから、マジでこいつら黒いなと思って。え、だって黒い、そのタコここからの黒いすら出てこなかったじゃん、誰がやったっていう話が。一応出てた、タコさんがココさんが、ココさん黒目のタイさんサイクロ、お互いが それで言ってる途中じゃなかった。え、タイさんサイクロはね、多分タコさん言ってたのかわかんないけど、上から見てた最初に1回だけ言って、うん、その後なんかココさんに移った。知らんけど、まあ、ここさんも、まあ、2人死んでる以上、ここさんもその俺が上に行くときに下に下がっていってるからやれるっていうので、俺の目線では黒一だったから、そこを押したぐらいで。まあとは言ってなかったな。どこに死体があるか、村目線で全くストレージにあるのか、エレクトリカルにあるのかすらわからないから、喋ってる内容で決めるしか、位置とかじゃなくて。で、まあネキの弁当レアケースを加味しなければ、そのタイちゃんが一人で二人殺さないといけないっていう理論が、ね、あって、タコここを釣るしかない、村から。で、俺ラザニアさんのメッドペイをしもうある。いや、あれはクソ低いよ、クソ低い。それは見えないわ、うん、こっちは。けどそれでバラさんがアドミンに最後いたから、そこでバラさんの情報も出ないしっていうのを言えば分かったね。あれ、マジで無駄にねえんだけど、マジで忘れてた、それは。俺議論ネキすげえよな、ネキほぼ喋ってねえもんな。そうただその時タコさんバラさんにアドミン情報聞いた時は、多分みんなねラザニアさんの話を振ってたんで、その時聞きたかった、うん、そう邪魔したように見えたな上から。あ、なるほどね。いや、もうアドミンにバラさんいるのは見えてたから、そこの話話さなかったし、それを聞けなかった俺はバラさんから。うんうん、俺も議論しすぎてね、最終位置すら覚えてない。タコさんに言われて、あ、俺アドミンにいたんだみたいな。まああれだね、あのみんなに伝わるように。全然分かってないものは分かってもらってる前提はよくダメだよねっていうのが、あのよく分かる。最近計算すまん、美味しそうだったから殺しちゃったけど。あのね、いや違う、停電中さ、ストレージぐるぐる回っててさ、マジでモノさんとすれ違った記憶はないんだけどさ、見られて、うん、まあラグかもしれないね、そこは。まあでもさすがにちょっと怪しい動きしたし、ちょっとさせてもらえねえかな。そう、俺ね、あれ計算かもの G が狂人っていう風に伝わったかなって思ったんだけど、あっさり計算してたから。普通にその俺はそれで、俺はその2分の1でモノさんだと思ったよ。やろうで、次なんだけど、ごめんなさい、何聞きます、何だい。まあどっちしよう。いいよ、あの開始しちゃったのは開始しちゃってでいいよ。インポスターの人は DM 送るときに、あのそれぞれ1から8の好きな数字一緒に送って、あみだって言ってるから。OK、ね。入場します。入場しますね。
さすがに次は来ねえか。はい、行きますよ。10秒後からキルサボタージュお願いします。スタート。めっちゃびっくりした。なんで、なんであんなとこでペント見られたかな、ね、え、なんか俺リアクター鳴って上止めに行ってそのまま出ようとしたら死体が出たっていう感じなんだけど、そうそうそう、正味見えてないんだけど俺。俺もリアクター入るところでレポート光って、でもモノさんがちらっと見えてレポートしたってくらいしか。そう、俺ええって思ってちょっと戻ってレポートした感じ。私もなリアクター入って下直し確認して最終カミューと思ったら誰、あのラザタコを外そう。ラザタコはラザタコはあの来るの遅かったのは間違いない、で、プリンちゃんはた俺プリンカシユカ同時に入って、うん、覚えゲーのところに3人ぐらいいた。覚えゲー、ね、私とモノさんもいましたね、はい、覚えゲーはやってないけど、はい、あの普通に十字路の方に向かって歩いてる最中。あ、バラさん死んだのってごめん、どこなの。覚えゲーの、真ん前です。うん、ちょっと、あ、じゃあなんだ、俺覚えゲーで白くなろうとしたら俺全然黒い。え、覚えゲーにいたのが赤、紫あのじゃあ紫はいた、絶対紫、白。プリンちゃんもはいなかったの。あ、私はあの治ってあの一旦周りを見てから数字のタスクやり行こうとしたから下から上に行った感じ。じゃあそこはみんな共通にしてる。じゃあ赤紫白の誰かが弁当は間違えて入っちゃって殺したっていうのは。黄色は気温するけど黄色は1234のところ、うん、昨日も行ったの。うん、あ、じゃあ数字のタスク計算は俺も数字のとこにいるよ。え、容疑者は全員いるってことやんな。え、ちなみにごめん、最終でナビゲーションにいたんだっけ誰か2人が。タコラダがタコラダが違うから、ね、オッケーオッケー、了解了解、うん、びっくりした。なんか追えないの。えっ、目を疑ったもん、レポートで光ってあれあれ勘違いって。ミュートします。はい、はい、一応まあそうね、絞れなさそうですけど、ね、一応いいと思 う、ね、一応さっき弁当見られたからみたいな思ったけど、そんだけいるんだったらゴチャキルで強人がどうにかしてくれる野郎キルな気もする。 KC レモからの発言を何か聞きたい、何か情報を落とせる情報はない。まっ、私は仕入れもない。 OK、 計算はそう、わかんねえな。じゃあ直行で向かって数字開いた。シーレモさんが横にいたかどうかも計算わからない。同じくシーレモさんも。シーレモさんいたかな。わからない。私も計算、あの計算がリアクターにいるのは信じるけど、同じく数字のタスクやってたかどうかまでは信じられないって感じ。それなら大丈夫。順番は最後の方に数字いったって人。あ、でもなんか上に行ってるような影を見えました。あ、シーレモはあの下を直してから数字に行ってるから数字につくのは一番遅いはず。それで。てかね、
俺最後の方にリアクター入ったけど、入ってもう防衛開いて1個しか押せてねえからすぐなんだよ。そうだと思う。もう俺のちょっと前、視界外ギリギリぐらいのところぐらいから行ってたはずだから。だからその誰かがごちゃごちゃあんまり移動する暇もなかったと思うんだよね。うん、だから素直に行けば過集過酷を耐えものの中に一郎 一郎いるんじゃないかなって思うけどね。まあね、でも、まあ、そうね、うん、本当にごちゃごちゃしてたからな、うん、まあ俺プリンちゃんわかんわかんないけど、プリンちゃんなんか違う、まあ入ったのが遅かったから、いや多分ね、俺タスク覚え出はやってないから、多分茶色はね左上にいたと思うんだけどな、うん、というぐらい、まあ、からはラブタグメシだと思ってるのに、後から行く人は結構黒目に見るかな。ゲームマスターからちなみにお知らせですけど、強靭入りなんでペア作っていいですよ別に。はい。まあでも4人は4人だよね。多すぎて。意味わからん。人の提案に意味わかんねん、意味わからんか言ってんじゃねえぞ。ペア作りたいタイミングだから俺言うわ。そうじゃないよ。普通に意味わかんないとします。殺しの感じが。今ローアのあの左下の見えないと思うところにケイさんが死んでました。ラザニアさん以外誰がいた？その下以外。ラザニアさんと下以外に。と思うよ。いないか、いなかった。うんうん。じゃあ弁当だね。3あったローアに。うん。タコさんアドミン見てたのは信じるし、あのオツのタイミングからも多分間違いないと思うんで。タコさん白で、あの直前まであの O2 になる前に O2 にいた人一人いると思うんだけど、誰ですか？ナビゲーション O2 って動きをした人。仕入れも違う。タイちゃん、はい、あれタイさんアドミン直してなかった？ね、アドミンさん俺、ディレクター無視してナビゲーション O2 って言ってアドミンに行った。その時にカシユカとすれ違ってタコさんが見てるのを見てる。で、O2 直した俺。ああ、そういう感じの流れ。うん、じゃあタイちゃんとタコさんは白いで、カシューカも多分白いって言ってくれると思う。弁当キルで言えば俺はココさんは白かな。まあ、だいたいエレクトリカルの下ら辺ぐらいから一緒に行って、O2、でアドミン側ぐらいまでは一緒に行ってる。で最後カフェテリアで死にできてるから違うと思う。じゃあプリンシーでもどっちかに。プリン浮いてるけど、私あのタコさんと一緒に多分ストレージの方まで一緒に行ったと思うんだよね。うん、あのロアでタス、うん、でその後私あの落ち葉のやつやって、あ、けまあそこそっからは見れてないから、ストレージの配線やってるところは見てます。うん、でその後落ち葉やってストレージの配線行って、誰かあのセキュリティ見てるなって思って。O2 になったからそのままアドミンに行ってタイちゃんが直してるのを見たって感じ。ああ、じゃあ相当白い方だな。シルモさんは？ウェポンでチュンチュンした後にリアクターが鳴ったからアドミンに寄ってアドミン見て、それから 上の方、多分一番遅くリアクターに行ってる。あ、リアクター？O2？ 違う、リアクター。じゃあシルモさんに押してほしいな。はい。
いい偽装ですね。なんかタコさんよく喋るなって思ったけど。両親誰だっけ。ああ、後でもいいけど。後でにしましょうね。教授やっぱり。そのミュートできてない誰かはいつもタコさんだよ。そうだね、なるほど。チールもの動きだけど、ぴょんぴょんやってリアクターに一番遅くつきました。で、アッパーに一回抜けて、あ、そういえばあの1、2、3、4やってるところで鳴ったんだったと思って、リアクターに行ったんだけど、その時に覚え毛をやってる赤とオレンジを見てる。うん、覚え毛はやってた。やってたよね。それでその後、私は帰ろうと思ったんだけど、ちょっと、ここさんが怖いなって思ってたから、ここさんが出るまで待って、ここさんの後をついて出る形で出たときに、レポート。どっちに出たの？後ろについてました。うん、多分、ここさんは見えないと思う。私がいるのを知ってて、それをずっと監視してたから、見えてるだけで。で、ここさんが完全に出てから私出てるから、後ろって言っても結構距離は取れてる。リアクター出てすぐぐらいなのね。なモノココの発言と全然食い違ってると思うんだけど。なんで？モノココなんかストレージの方まで行ったって言ってなかった？それ別の時間の話？シーラマさんがいつの話をしてるかは分かんないけど、俺たちは最終的にカフェテリアまで行ってるから O2 になったので。そう、 O2 結構前の話ですね。多分シーラマさん喋ってるのがちょっと時系列が違うんですよね。役者のすぐぐらいでしょそれ。 O2 の時の話が聞きたい。 O2 の時全然覚えてない。はい、じゃあリアクターのセキュリティを見てた人は誰ですか？あ、私途中見なかった。ネキが見てたんだ。ラザニア、うん、でも、うん、そうね。え、ごめん、ぐちゃぐちゃだ、ごめんなさい、ごめん。じゃあシーレモさんの発言、いやでも、ね、シーレモさんとここものです、全然違うの。本当時系列だけなのかな。俺でも、うん、見えてはないんだよ。俺はココさんと一緒にいたっていう印象しかない。私はリアクターに最後までリアクターにいたのが私で、下行った時にロアでモノさんと合流したっていう、うん、合流したっていう感じだよね。ああ、じゃあそこの動き聞きたいな。見えてないです。ちょっと私押せないです。うん、じゃあ俺押そうか。あ、ごめん、なんか全部ミートだった。押しますね。喋ってたよ。強人がいたな、なんか。あ、ダメだ。また操作してたわ。いや、俺毎回放送、計算の放送見ながらやってるからさ、毎回会議後さ、計算を操作しようとしてるんだよね。面白いな。スターを抜けてるときに、ここさんって最後の方だったのは間違いない。そうですね、最後にリアクター抜けたのは私だと。で、抜けてロアエンジン側で、そこロアエンジンでモノジと合流したんだ。ロアエンジンところでモノさんと合流しました。ロアエンジンのところって詳しくどこ？その、まあ、下のタスクやるところあたりからモノさんが来たって、うんうん、ココさん目線、そこでモノジが殺してて合流していったとしたら、もうココさんはあのレポートは光らないルートを取った。そうですね、光らないと思います。光らないで、とうとうだと。下位置は柳田さんどこだっけ？あの左の奥。うん、俺ちょうどそこで、給油タスクやって、で、ここさんとエレクトリカル方面抜ける出入り口で合流してるっていう感じ。でもただ俺の城を教えてほしいのは、考えてほしいのはタコさんのアドミン情報があるから、ね、思ってた、うん、それでそこからここさんとずっと一緒なら、うん、モノさんはまあ、やったのはモノさんだとしても、ベントに1いるのは確定。ベントに1いるってことだね。ああ、それは確定ね。3見えてるんだろうね。うん、でももうベントその発言だとさ、もうシーレモさん以外ほとんど考えられないと思うんだけど。うん。ちなみにさっき、はい、あの、タコさんとカシユカと誰で、誰が白いって言ったっけ、最初俺。タイ。ラザ。タイ。ラザ。タイ。ラネさんはまあ、一応セルフ。
セ、うん、まあ、あ、まあセルフがあるか。カシウカ多孔体は白でしょう。プリンちゃんの動きどうなんだっけ、忘れちゃった。あ、私はあのリアクター終わってあのタコさんとは、あ、思い出した、そうそう、うん、で最後は俺目線、俺目線ココさんも白で入れといてね。俺からは白出せる、ココさんは。あ、そうね、あ、そっかそっか、うん、じゃあもうシールモさんは釣ってもよくないかって思うけど、なんかこの、うん、やってなくても弁当にいるです、いるんじゃない、こいつだけだよ、弁当にもいないよ、入れないもん。え、だったらラザニアさんのセリフの方追ってよ。え、でも3人いたんでしょ、ローアに。まあでもそれタコさんがあれっていうパターンもある。あ、タコさんが、え、もうわかんない、え、みんな投票してないね、少ない、少ないね、バイバイだと思ってる。こんばんは、んこそば。こんばんは。やべえ、ねえ、もうびっくりした、弁当でピュンピュン遊んでたらさ、急に死体が現れてもう終わったと思って。ほん、弁当本当なんだ。弁当本当ピュンピュン遊んでた。なんかね、リアクターでキルできそうだったからちょっとピュンって遊んで、どうしようと思ってロワに戻ってきたらロワに死体があってふえーってなってた。あ、自分の死体じゃないやつ用意つけられてるんだ。私がやったわけじゃない。もうびっくりしたよ、本当に弁当から出てきたら死体あって、もうやだ。見てから出ていかないと。ねえ、だって、ブクラガリの中にあったんだよ。相手に申し訳ないことしちゃった。俺、今日一番の衝撃なのがさ、うん、俺、バラさんのディスコのアイコン、ずっと今までヤドンだと思ってたの。俺、なんだっけ、ディスコのアイコン。京子、京子。あ、ゆりゆりのずっとヤドンだと思ってたの今日まで。あの K さんの放送でさ、あのちょっと大きく映ってるの見て、え、ヤドンじゃねえじゃんって思って、びっくりしちゃった俺。どのキャラクター？ゆりゆり、うまるちゃん、ゆりゆりか、ゆりゆりのトメイトパイ、トメイト、いやびっくりだよ本当に。俺バグってるかもしれん。え、セキュリティに幽霊の頭が映る。怖っ怖っ。ごめんね、はーい、トメちゃんが死んでる。アイさんは死んだんだけど、ロアです。ロア？キルラッシュになった。タイちゃん抜けたの結構、リアクター、ごめん、俺が動き始めた後俺カメラ見てて、カシュカタンとココさんがメッドベイ上で閉じ込められてるっていう状況を見ているときに、そのときにタイちゃんが下十字路下抜けてってるのを俺は確認してる。で、俺はオーツになってるから今向かってる最中って感じかな。上からね、アッパーエンジンから、アドミン直したのタコさん？いや、俺じゃない。アドミンにいたけど。アドミンはココさんが直してる。私が見てる。はい、私です。ミートでした。ロワとアッパー。そこ3人で。じゃあもうカシユカプリンココタコ。もうタコさんのさっきアドミンは信じたから今回も信じるわ。俺の中ではカシウカプリンココタコはきついと。ちなみにロアにいた人いないよね、最後の方。ん？どこ？ロア。ロア通った。最後はいないけど。いない。アドミンからキルハッシュっぽいの見て落ちになって、でそロア行くときにストレージの上ぐらい、左上ぐらいでラナヤさんとすれ違ってるからちょっとうんって思ったけど。それにしては動くの早すぎるかなっていうぐらい、キルラッシュタイミングから言ったら。キラフラッシュで見てすぐ出てって、ストレージの上だったら絶対無理ってなるじゃん。無理だ、うん。そしたら、モノさんでいいと思う。釣りまーす、僕は。もう、わかんない。強靭はわかんない。俺はもう、何回も負けてるから、もう釣るわ。俺は。ちゃんとカメラ見てて、あの、タイちゃん出発した時刻が、その、ここカシウカがメッドベイにいたそのタイミングってとこまで俺は出してるからね、言っとくけど。うん、だから俺もうタコさんのキルフラッシュを信じた結論だよね、これは。ってなると、それもちょっと怖い。うーん、ごめん、入れちゃったけど、そうだね、ごめんね。いや、ごめん、入れちゃった。マジ？これ、ちょっと。ボタンを残ってる人は押しましょう。僕はもう釣っちゃったけど。君たちもう押さなくていいんだよ。
やったぜ。同じ、ごめんね。すまん、すまん。いや、ごめん、私でも参加釣られちゃった、タコさん。タコさんだね。狂人誰だったんですか？俺。狂人最後に死んだったね。俺。あ、なんかさ、そう、どうしようってなって、全然死体にもありつけへんし、なん死にやすいとこ行こうと思ってロア行ったら死んだ。マルさんキルは、ちょっとマルさんキルはシーロンさん。いや、違う、俺がしてない。ここさんに前、広げようとしたりはしてたけどね、大ちゃん。うん、頑張ってさ。俺だよねーって。さ、結局俺とラザニアさん以外みんな数字のとこいるみたいになってたから、そんなことあるって思ってたけど。いやー、でも可及化の詰め方が強い。ありがとうございます。俺ね、バラさんにごめんなって謝って言いたいんだよな。俺あれサポタージュするつもりでボタン押したら死んじゃったんだよな。あめっちゃ上手いキルされちゃったな。結果いいキルだったんじゃないの、ね、あれだけだもん、ね、絞れなかったの。めちゃくちゃ、なんでそんな右上の数字のとこにいんのって。俺はいたよ。いや、右上の数字のところにいたの2人でしょ。あ、え、そうなの、みんな、うん、そうやってたみたいな。いや、全然その話みんな覚えげんところにいっぱいいた。え、覚えげんって言ってたの、数字って言ってた、みんな。言ってない、言ってないだ。いや、数字って言ってたのは、KC でもだけだよ。あ、そうなの、うん、あ、なんだ。俺、みんな数字のところって。いや、覚えげん。覚えげんのところに4人と、数字2人。ねえ、モノさんさ、超タイミング悪くてさ、ごめんね、なんか、弁当にね、入ったの、リアクターで。はいはいはい。でピュンってロワに移動したら死体がボンってあって、あ、もう終わったと思って、ごめんね。で、ラザニアさんも来るしか。そう、もう終わりだと思って。ごめんね。あ、やったのはモノさんでよかったんだ。俺2回もクルメイトで2連覇したからかなり頑張ったな。頑張ったね、勝ち上がったな。勝利さ、今回気合い違えなと思ったもん。ねえ、面白いね、狂人いると。え、まだダメだ、頭もめっちゃ狂人、あれですよね、最初の方にどうやって黒い手に入るかっていうのを考えないと。そうそうそう、一人で行動、一人で行動して、なんか浮く位置にいた方がいいのか、みんながいるところにいて、俺もいたよって言った方がいいのか。まず誰が、誰が、まあ、あからさますぎても別に疑わないといけなくなるから、絶対に。狂人ってさ、なんかクルミドにバレてる。プレイとかで見るし。それ、もう、あの、殺される。分からせた方が、うん、悪くないと思うよ私。狂人と違ってこれだと殺されるからさ。ああ、人狼だったらさ、占いに出るから分かるか、ね、占い使用すればいいけど、うん、これはすればいいじゃん。じゃあ、あ、まあそれありなんだよね。俺全然それありだと思う。他の人は数字1から8送ってください。いいね。アドミン、はい、アドミンがバラモノラゾで、で、うん、誰か。します。できた。はい。